で、右が1番がルーナーで、2番がルーナー。2番でできる試合ができた順番にやっていくみたいな感じ。切り替えできるけど、ほぼルーナーで。で、全員切り替え。で、4番目。であれね、じゃあ A 終わってるじゃなくて A の第1試合、B の第1試合だけ。そう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 。カエラお前ちょうだい500円。カチューさん、カチューさん、カチューさん、あのエントリー費用500円もらえますか。俺代理で払ったんで。まあ本当は差しといた方がいいよね。次の、痩せました。次のチームも一応じゃんけんだけしといてもらえますか。ガムシャラジャパンとムーニーマン、ガムシャラジャパンとムーニーマン、じゃんけんお願いします。ガムジャパがトーコン、カワシム、バイパー、ミルキー、ムーニーマンがハイジン、ペコ、グリグラ、坂本、オイス。はい、やっといて練習。はい、第1筐体周りは、試合をする8人プラス運営の方以外は近づかないようにお願いします。第1試合は、第1筐体周りは運営と試合をする8人以外は近づかないようにお願いします。で、第2筐体も開けておくんで、通行したい場合は第2筐体の奥側、あの入り口側を通って通行するようにお願いします。あれ、音って入ってますかね、見てる方。音なし。 音あると、あるかないか、さっき入ってたって。入ってた、まだ聞こえない。今入ってるっていう。大丈夫なのかな。これ結構前の書き込みだと思うから。あ、 OKOKOK、 ありがとうございます。一応すぐ試合始まないでしょ、ルールとか。まあ、ちょっとした説明は入れますが、告知もしたいんですけど。はい、さあ、2時回っておりますので、とりあえず、筐体周りの準備を進めてもらってる間に、今日のルール軽く説明しておきましょう。はい。4対4チーム戦でやっておきます。じゃんけんをして、勝った方が 1P2P だけ選べます。先方キャラは審判に申告してください。で、進め方かは、ダブルイルミネ、予選はダブルイルミネーション方式、1回負けても終わりじゃないので、予選は2回負けるまで帰らないでください。試合の進め方は、パンフレットの順番、丸ついてる順番通りに進めますが、基本的に第1筐体でウィナーズをやっていきます。ルーザーズを第2筐体の方でやっていきますので、ルーザーズに関してはちょっと、順番通りじゃないのかもしれない。苦なんのかな、ちょっとそんな。まあ、ウィナーズとルーザーズがごっちゃになるから、はい、そこら辺は番号は違うけど、違うけどルーザーズの中ではちゃんと順番通り、順番通りやるという、そういう感じですね。はい、で、決勝1位、各ブロックの1位、2位が決勝トーナメントに進みます。で、2位になったところは、1位と当たるときは先方キャラを申告。最初に発表した上でトーナメントを決めます。だから被される上に、1P2P も取られるという、そういうシステムになっております。 2位同士、1位同士の場合は通常のじゃんけんと先方の申告を行うというシステムでやっていきます。というところで大体の説明終わったんで、じゃあ開会の挨拶を、マッツンさんにお願いします。こんにちは。はい、松ですと。年の瀬日曜日、いやね、日曜日で年の瀬ってね、なんだかんだみんな家族サービスとかいろいろ忙しかったりする中でこんだけ集まっていただいて非常にありがとうございます。で、今回も当日予選の事前エントリー合わせて結局30チーム120人と、まず去年のね31チームには1チーム追いつかなかったんですけれども、もう全然ありがたいことだと思いますので、の来年再来年以降もいろいろなゲームセンター会場さんですねとかでやらせていただけるように、卒の大会は開催すると意外と店儲かるぞみたいな感じで思っていただければ、の今までずっと大山と VS と四季なんでしたけど、今年から、去年からか、ビッグワンさんもやらせていただいてますし、今後も他のゲームセンターもしかしたらやらせてくれる可能性もありますので、皆様よろしくお願いします。な感じで、じゃあフォックス2018、今年年内最後の大きい大会ですね、はい、頑張っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。あの告知いいですか。告知大丈夫ですか。ジャイです、よろしくお願いします。本日実況、進行ですかね、やらせていただきます。で、告知なんですけど、ちょっと先の話になるんですけど、3月の17日の日曜日、3月の17日の日曜日、アニコレのイベント、オフラインイベントをやろうと思ってます。ありがとうございます。アニコレのイベント、オフラインイベントはね、多分ねコミュニティ主導は多分初だと思うんで、でタイトルが X と、03と、まあ、サードをメインタイトルで、行って、まあ、もう1タイトルぐらいなんかアニコレの中の、まあ、ターボか、スト1か初代スト2か、まあ、そこら辺考えてます。まあ、詳細、場所がですね、中野のレッドブルスフィアなんで、まあ、都内の方は来やすいと思います。まあ、アニコレ勢で、まあもうね、今日は実機なんで、敷居が高くて来てない方も、見てる方はもしよろしければ、来ていただければと思います。あとちなみにプラットフォームは何になるんですか。プラットフォームは PSO ですね。 PS プレステが多分あるんで、まあ、ワンチャンスティームもあるかもしれないんですけど、まあ、XBOX は、まあ、ないかな。したらじゃあもう大至急スイッチ売っ払ってプレステ4買うしかないですね。あー、なるほど。まあ、レッドブルソフィアに、まあ、プレステ4設置して、やるんで、まあ、アケコンとかあれば持ってきてやってもらえればと思います。いやでもね、スイッチでもね、うっかり、アニコレ勢いると思うので、腐らずに、まあ確かに。Steam、まあプラットフォームは違えど、まあ同じアニコレというタイトルだと思いますね。皆さん、仲良く、まあ興味持ったらやっていただければなと。あとまあちょっと過ぎちゃいましたけども、あれですね、サンタさんに今からプレステ4お願いしますみたいな。いや、お正月、お正月。お正月、お年玉。お年玉でプレステ4。もしくは Steam。はい。な感じでよろしくお願いいたします。まあ、詳細と、私のツイッターで今後、出していこうと思ってますんで、はいはい、興味ある方はチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。まあ、残念ながらね、 X でお年玉むしろ上げる側なんじゃねえかっていう話はあるんですが、まあ、親子でね、来ていただければね、X とか割と簡単っていうかシステム簡単なんで、そうですね、はい、やると、結構大変なんですけど、はい、じゃあそんな感じで、じゃあ始めていきましょう。時間も過ぎてるんで、アニコレ買ってきます。第1試合、ファイアーグランドエア波動対深谷ロボット、先方はヨン様のエッサガと誰、古川さんのキャミー、キャミエッサガ大丈夫、開幕これで。まあしょうがない、決まっちまったものはしょうがない。それでは2018フォックススタートです。お前これアニコレの告知してさ、速攻 S 型キャミーとか言ってさ、このゲームちょっときつくねみたいな話なんじゃないの。まあ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 、まあ、現実はやっぱ、まあ、現実はね、先に見せとるよね、現実は先に踏まえないと大事。終わったと吉尾さんから終わった話が出てますけど、終わりましたね。まあ、終わってますね。残念ながらこの試合は終わりました。このラウンドは終わりました。まあ8人ぐらいはあるよね。あー、終わりましたね。まあ、9-1 ではないと思うんだが、9-1ゲイ、いや、X サガツダルシムよりかは希望はあるよ。ないか、トミがね、ふわっとしてんだよ。さあ、あらガードしちゃいねえだろ。そこは食らえよ。終わった何どっしり構えてんだよ強キャラがね、どっしり構えるとね、終わるんですよ、このゲーム。あと最大やっちゃねえだろ。まあしょうがない。やむ、頑張りました、頑張りました、やむを得ない、頑張りました。さあ、深谷は近藤さんかな、これは。いや、なぜか本田本田まあ本田でも龍拳 DJ だから、まあ、そうだよね。確かにここが使いどころか、むしろ下手したら、まあ権利はあるけど、松の剣本田戦うまいしね、比較的8-2 7-3まあまあまあ、ない、まあそうだけど、他ももっときついからさ、全部8人うん、じゃあお前本田やってみろよ。タイマーやって3引けよだから本田使って やってみろよ。さあ、しかし C の本田が1本取ってる。3あるぞ。むしろ7なんじゃねえの。3はあるらしいっす。7-3らしいっす。7 7 7 7 7
まあ俺なんて 7.5 とかね使いたくないんだ。わかるでしょ、そんなこと言ったら 7.2 とかあるから。だから結局、まあ、数字はね整数でやりたいんだけど。さあきついうー自動っぽい大キック置いててさ、あれガードしたらさ絶叫巨体が出るんでしょ。そう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 、やべえだろ自動にだけやべえだろ。あとあー分かんない分かんない、打っていく、アッパーカット打っていく、打たなくてもいいんじゃないのあれ。あーなるほど、張り手がね、もうオーアじゃない、オーアじゃないこれ、オーアで、オーアだよね、オーアだよね、オーアだよね。これはこれは特に何もなさそう。はい、頑張った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 、もう勝ちでしょ勝ちでしょ。バルバルログ、これはバルログでしょ、バルログ、バルログはバルログでしょ、バルログやつだよ、バルログでしょ。さあ龍ですね、あ龍か龍か、龍もあり、アテンコさんか。これでも梅原は五分って言ってたよとりあえずとりあえず真空食べて、あの全部合わせて真空で、でそれで五分って、それで五分だからあのタイガーを全部竜巻避けて貯めるんだ。で貯めると隠るじゃん見てから、でそれでちょっとずつ体力リード取るって。もう半分ないっすけどえだからタイガーをうまくさばかなきゃいけない。まあと、いや今のは置き攻めいかないときつい。これもオーバーですかね。そうこれ別に食らっても1打しか食らわないから、全打食らわないから、まあしょうがないですね。まあな、あ何も何も解説しづらいね。うん、あ、ドンガガガになりなりにくい。でもしないっしょ、するときはある、ある高いって 5% ぐらいでしょでしょ。あれ、奇数グース関係あんの。あー、なるほどなるほどなるほど、あと中央ですね、僕分かんないぞ、バッパッパ離しちゃった、今のもったいねえな。まあでも、もうワンチャンだからね。いやーでもこれでも溜めないと、溜めないと、わおーっと誰ですか今対空見せるって言ったやつうちのチームメイトですなるほど、おだどうだ、ヨンさんは結構、あ立ち上がった、立ち上がった危ねえんじゃないのか。よし、あと真空が、あーっと今の負けたらもったいない、カピバラーというところですが、飛びが多くなってきた、つい、あ、見てから飛びるんだよね。あーっと、ガガガになった、ガガガになった、あーっと、あーっと、もしかして、あーっと、まさか立ちガードかよ、アッパーカット打っちゃやべえだろ、立ちガードかー。ヨンさんはエクサーでもなんかタイガー打って死んだのに、わからんか。さあ、近藤バルログ、まあこれはね、さすがにね、さすがにバルログの国で生きてるエッサガですからね。バルログの国なんだよ、そうなんだよね。深谷の 2-on-2 の時でもバルログには相当やばい勝ち方、前飛んだぞ前飛んだぞ、おい確かこの2人当たったはずなんで、さあ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 、ピヨンなければ、おっとアイクロー分かれできる、まあ、食らってタイガーショットぐらいですか。いやもう貴重ですよ、バルログ応援されるの、マジでなかなかないですよ。ないね、あーうまいんだつーかエッサが使ってうまいと思わせてやばい、なかなかいないから88秒で終わったんだけどてかまあ起き上がりないかしちゃダメだっていう話ですねいやでもまあエッサが出し受け身でええでしょ。いやまあでもリードしたいじゃん。おうまい、おっとさあ出しちゃやべえだろ、さあ投げが出すなよ、あーってさっきと同じ、あ怪しい、今投げたかった、投げたかったけど、あー、あおい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 今のおい今のパラシじゃねえの、今の違くね、今のパラシだろ、おい4代目なんだ今の、読み今のパラシっぽいけどな、パラシか、パラシか、なら、ならいいんだよ、まあ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 、まあ、上タイガーミスったとかだったらね、さすがに、さすがに、さあ次がガムジャパとムーニーマン、ガムジャパとムーニーマンですね、じゃんけんしてるよね、じゃんけんしてるよね、はいはい、で次じゃんけんお願いしたいのが高輪ゲートウェイ勢と篠本のファンクラブ、
じゃんけんを。まあ何気にファイアグランドエア波動は優勝候補の一角ですからね、はい、まあ安定の出だしといったところが数字書いてあるから、さあ藤本はエア優勝を狙っていると数字順、申しております。11番はさかなり後、11番目ってこと、11番目、いや1回戦やってって感じ。 A ブロック全部やらないよ。ちょっとトーナメント用にあの順番数字書いてあるんで、数字の順番でやります。はい、じゃあ始めていきましょう。数字の順番です。さあ先方は誰だ。一打進行、ハイジンさんの竜とバイパーさんのホーク。とりあえず1台進行で、ルーザーズが出たら 2台になります。2番筐体でルーザーズという形になります。さあ、ハイジン竜がとバイパーさんですね。これもまあいい勝負ですね。いい勝負ですね。ゴムっぽい組み合わせだと思います。これなんかあの X 竜になると急にあの S 竜ホークになると急にホーク有利でしょ。そうな気がしますね。 S ホークになるとなんかあの白石くんがあのホークのダイヤシ食らうと終わるって言ってたけど、ダイヤシが早いんで終わるって、あのタックそのまま自動にそれってやばくない。ダイヤシ食らったら終わるんだよ。やばくない、やばいよね。いやでもそれで有利でしょホーク、さすがに。ってことは X ホークの場合はまあまあまあいい勝負というか、ちょっと竜か、さすがに竜か。なるほど、ああなるほど。はい、ちょっと 1P 側の人たちはちょっとしゃがんでもらえると、すいません、配信しやすいんでお願いします。さあ、と言ってる間にハイジンさんが一人抜き、ムーニーマンが 2P 側でしょ、ガムシャルジャパンが 1P 側だよね。そうですね、ムーニーマンが 2P。 お、バイバー負けた、負けましたね。となるとカワシムかな、リュウだと、あとトーコンさんが行くようですね。チュンリー、西尾木チュンリーおじさん、西尾木チュンリーおじさん、おじさんです。 おばさんとか、おば、いや勝手に昨日俺たちは妙名したんですけど。さあチュンリーはいい勝負ですが、あえてぶつけた。ダルシムでいいと思うんだけどな。まあ下がったとこ、あ、フェイロンいるからな。でもフェイロンはダルシムの微妙っちゃ微妙なんだよな。負けない。おっと、聞こう。はい。早すぎる。大昇竜。確かに安い。あれは中大がいいんですかね。確かに。中元？中元？立ち中パン元じゃん。先発あったのか。溜まってなかったかもしれない。お途中はだいたい立ち中盤ゲンにしますね。あ、立ち中盤ゲン、あれつなぎやすいよね。さあゲージを貯める。これはでもチーム的にも結構いい勝負ですね。さあ投げて、溜まった、お互い溜まった、お互い溜まるとちょっと竜が有利だと思ってるんですが、どうでしょう。どうなんだろう。なんかでも戦列目の前溜まってる。おーっと、話したか。そうよ。なんだなんだなんだ、よくわからんぞ。ガムったー、ガムったー、勝ったな、トーコンチュンで11。2人目はさあ、ここで坂本さん、サガットですね。そう、まあダルシムいるから、まあ使っとけということですか。まあサガット全部きついよね、チュンリー、ダルシムの手が。じゃあなんで竜が先方にいたのかっていう。まあ知らんけど、さあ、おーっとリバサ投げ。いやこれ相当きついよな。え、あ、ピョッターやべえだろ。はいはいはい、そんな減らない。中入った中アッパーか。お、ピョッ、おい、ねえだろ今のさっき。あーと繋げられない。さあ、チュンリーおじさん、あーあやった、三角飛びしてるやろ。チュンリーおじさん、おいおい、なんだ今の。怪しい怪しい怪しい、投げた、いやー
すぐそれ単純な2択これが強い。まっすぐ相手です。相手無敵技持ってんだけどね。まあまあすかされるとあんなもんっすわ。まあ確かに。さあペコさん、ペコさん、ペコさんですね。これ結構ペコさんが勝ってるようなイメージがあるんですけど。そうですね、まあ、お互い仲良さそうですし、コメントが一切日本語はないんだけど。まあまあまあ割とさすがに広いな。 X のツイッチ配信こんな感じですよ。さあ投げて、投げる、次、あと無理やりめくりに行って、あと食らってしまう。さあ画面端、画面端の剣がね強いんですよ。 S 剣は強い、画面端マジで。波動の隙がねなさすぎて、あと昇竜がね、大昇竜、大昇竜が垂直ジャンプを、大足も変に変に変に変な技に負けないし、やべえだろ、小足で返した、いやお前中足打ってっけどみたいな。いやーどうだろう、最強ではないと思うけど、おっぱ強い昇竜拳、今のうまい。あとめくれなかったですね。あさあチュンリーが出しちゃった、もったいねえ。使わされて早いね、ちょっとパチコッパで返すよ。ピコさんはね結構ねいろいろ動くんですよね。飛びが入ってめくりに行くよね、大足。おっと最後大勝負でよかったな。一ドットかな、間に合うか。まあ線ですか、竜巻、竜巻ね、立ちがうしゃいんだよね。ガードできないくなるとあのああいう技はね、めんどくさいんだよね。しゃがんでても食らうからね、あの出際はね、出際、終わり際、終わり際は食らないか、食らわないし、うん、終わり際食らうのは何だっけ、いないか。なるほど、あ、他のゲームね。あー、なるほど。ダルシム、ダルシムの S 剣も最近ちょっとめんどくせえんだよな。まあ、言うてさすがにこれはでしょ。まあまあまあ、ダルシムなんだけど、うん、昔ほど楽ではない、まあ、でも気がする。8-2ぐらいだと思いますけどね。 8-2、8-2、8-2、7-3は絶対ある。8-2はあるね、8-2あるな、8-2だと思うよ。でもガイルの方が楽じゃない。あ、まあまあ、ガイルよりはしんどいけど、それでもしんどい、レベルが低いね、うん、解説ダルシム同士だからさ。そう、ふざけんなお前らって言われそうなぐらい、お互い傷の舐め合いじゃないけどさ、うんうん、あ、そうなの、まあ、あいつは怒ってもしょうがない、こういうことがあるんですよ。そう、まあ、怒んなよ。あーっと、あったまさか、いやいやいや、あ、波動打った、今の波動ちょっと危ないよ。さあ大丈夫かカーシム。あ、いや打っちゃうよね。さあ結構カーシムさんはね、ペコさんに投げて、いい勝負されてるイメージがある。あ、繋がってないんだか、さすがに投げ、投げる、あのつなぎをね、見せ出せる飛び込みってのがね。そうですね、まあ、ただ怖かったら S 系相手はガードするっていうのが一応あるんで、投げられても受け身だから、あ、 X は掴まれちゃうから、そうそうそう、つながらないともう即死が見えるんだけど。さあこれね、これね、これこれこれ投げる、これいい投げ、あー、さあ欲張っためくりから、ちょっとし、いやこれちょっと剣リードしてますよ。ガードしてる、ガードした、ついに大スラ、この大スラいい、さあ5分5分5分いや5分で、このこうなるとダルシムが相打ちで OK 的な、繋がってない、あったさ、バックジャンプうめえな。おー、あー、スロスト最強に触れ発生、下段、最後にキャラ差が出た。差し返し、差し返し、同時じゃない、今のはスカッタのにやってみるな。戻り戻り戻り、大丈夫大丈夫、戻り見てからじゃないけどな、同時は負ける、相打ち相打ち、よくてよくて相打ち。さあグリグラフェイロン、フェイロンがね最近ダルシムの攻略がねできてるんですよ。そんなに楽じゃないんですよ、きついきつい、ロワイヤー。カーシムはね、フェイロン戦全一っていう、そう、うまいよね、な、変な暴れがね、いいらしいっすよ。あー、確かにそれはあるな。っていうか、フェイロンが勝ってんだけど、立ち回りで。あー、いい合い打ちやべえ、いい合い打ち取りました、今はじはじからだぞ。劣化伸びるんすよ、大劣化は。
今大丈夫、うん、ありがとうございます。ヨーファイヤー、ヨーファイヤー、あと今のはいいタイプ、あれスライディングやるとね死ぬからね、死ぬし引き付け中キックからの5段でね。さあこのラウンド終わったアルシムペースだ、あと怖いよ、バイパン、危ない危ない、これ分からんぞ相打ち、いやほんと分からん、ただインフィールドもあるんでベイロン側も、あー食らってしまった、今のは出際ですかね、レックのチューファイヤーいる、ハイファイヤーは一応まあテンポ的な感じで前離してほしい時に中間前でいりますね、まあ、バックジャンプしてもらってもいい時もありますから、うん、というのもありますね。おっと打ってきた、で中大はやっぱ当たると寝っ転がるんで、そうそうそう、これはダルシンペース、コッパコッパ、さあ勝ったのはガムジャパン、続いて、高田はゲートウェイ勢対篠本田ファンクラブ、で次が、めくり晩餐会と声がでかいじゃんけんをお願いします。じゃんけん、お、マジっすか、はい、じゃあじゃんけんするか、最初はグーじゃんけんぽい、勝ったけどどうする、 AKY の 1P、 じゃあ 1P、 まあ勝ったら俺は 1P と思ってたし、まあまあまあ、うん、そう、そのお願いし、格でインフェルノ、まあ俺は主力じゃないんで主力じゃないって楽しみだけど、主力じゃないってどんなチーム編成だ、おかしくねえ、高田はゲートウェイさん、あれ、あ、呼んできます、呼んできます、ケイカさんもう試合ですか、僕ら次、この次高田はと篠田、最初はここ、ここは勝ち、ファイヤーグランドが勝ちで、下も入れといてな、番号入れといて、これルーザーズが、え、ワンピーどっち、シノホンダファンクラブがワンピーで、ツーピー側高輪ゲートウェイゼ、はい、じゃあ準備できたので着席して始めてください。さあ篠本田ファンクラブは、県なので誰だ、 S 県、これこれこれ、あ、水宮君と、クロス、ゲートウェイズがクロス、すいません、ワンピがちょっとしゃがんでいただけると見えないんでお願いします。さあクロスが画面端に S 剣を追い詰めている、 S 剣側がまあ有利と言われてますが、やっぱね足がペロ速いので投げアウト、おっと支援ぶっ放した、受け身が取れない S 剣はちょっと嫌ですよね。まあでも受け身取れないってことは角がまあ、裏回りみたいなのは逆になくなるんですけど、おっとよくガードした、手前打ち、チュアシャドウ、このボードがねフェイロンきついんですよね。そうですね、中足、中足、中足、立ちガード、さあ投げて、これですよ、おお正面からアントビック、アントビじゃないけど、そうアントビない、投げるさっき支援出したからね、そこは裏かいてもう支援出さないだろうということで投げに行きましたね。3段ラインを上げて
あとこれは五段にはいかない。勝利権がかさ当たり。あっとダイヤつながんないのはちょっと痛かったですね。これでもラインを取られると強キャラなのかな。あんまり安定してなくない？フェイロンって最強最強ではないと思うけど、まあ、バルログっていう天敵がいますから、まあ、中堅の中でもかなり火力があるんで危ないですね。まあこれどうすんの？フェイロンフェイロンこれ無理じゃない？これはかなり辛いです。ああこれはイロハさんか。イロハさんですね。なぜか、軽投げからの裏回りは DJ にはできない仕様となっておりまして、コパン振ってるだけで何もできないんじゃない？コパン連打で何もできないよね。まあでもこういうのが一回取っちゃうと半分だからね。だから、まあ、通さない技は結構豊富にあるんだよね、DJ 側は。まあ確かに。だからあの下試しといてジャックっていう、まあ基本ですよね。あとエアスラーがやっぱり強いんで、まあ、ライン上げられて端になったとしても、まあ、割とガードみたいな感じで投げられて、まあ、これはね、ベイロン側が頑張ってるっていうだけだから。おっと死んでない。さすがに正面だろう。まああれ投げに行く展開になるともうさすがにフェイロンですね。さあ3人目シノホンダ死んでくれ。バルログとザンギいるんで、まあ、バルログっすかね。バルログ、 これもきつくね。まあ、これもいけるって言ってたけど、いや DJ いけねえだろDJ とかホンダとかどうすんの。ホンダホンダバルログいけんのか。これきついきついらしいぞ。さあそれね、これ これね、どっちかわからんね。あれさっき小山が下段もやってたんだけど、下段壊し置き、あコパンレッカーとか言って5段そうそう、ひどいゲームだ。なんだそれさあ、スタッツ。さあ4人抜きリーチ、ザンギでどうする。あ、軍手うまいね。なんか相打ちとかでうまいんだよな、あいつな。なんかね、支援客をダブられて勝ったりとかね、レックを潰したりとか、ね、はいはいはい、そういうのがうまい。さあ、3段入って、いやまあ、フェイロンはやっぱり勢いつけるとやばいな。なんもできんな。あと死んでたぞ。あの人ね、適当だな。前もね、ピオらせてからね、ジャンプ台系真剣とかやって繋がらなくて逆転負けしましたからね、大会で。まあ、あまり画面見ないタイプだからな。そう、やりたいことだけやるタイプですよ、言いたい方だから。まあでもあんだけリードしてれば、まあやりたい方だ、やった方がむしろやりにくいというか。おっと前飛んだ。前飛びってありだろ。ありかです。さあ、からじゃん。めくりはいけない。おっと、やーっと中心はまずいぞ。あんたまさか三段重ねて、おーうまい、うまい。あーっとこれは5段入って、起き攻めいかない。いやでもザンギリードしてんで、あーっと前飛びとがめら、おーミドル中足、中足結構強いんだよね。あ、中足。さあザンギ勢が二王立ちして後ろで見てるのが面白いですねおっと、あー支援が出たが、もんでお互いにミスってが、いろいろあった。しっかりガード。あーっと、これはつながるぞ。さあ、起き攻め、まあ、前飛び投げー、げか、なるほど。クロス4立て、はい、じゃあ、うちら試合ですね。はい、じゃあ、先方決まってますかね。先方が決まっていたら、始めちゃってください。あ、まだか。ウェイス、
さあジャイ、シロ、タイラ、コエモン対、森、ハジ、カチュウ、KKY。 さあかなり新旧入れ混じった東西対決ということで、はい、丸が出たので先方の方座ってください。よろしくお願いします。さあ先方はコエモンの竜と森さんの竜。さあフェイドン竜、先方戦はうまく読み合った形で竜が有利と言えそうですが、さあ関東のフェイドンに対しどこまで関西が行ってますかというところ。さあめり込みはファイヤーが確定します。正面から画面を押し返す形。さあシンクはエッグ引っかかるぞ。さあ引っかかる、裏からどうする、まだ我慢している、勝利を置いてくる、まだガード粘ったがずらして波動でいく。さあジャンプから直接レッカー、これが非常に難しい、だがうまくつなげていきました。さあ待ち状態に入るこういうもんだが、画面端で持っていってる、レッカー剣を正面からいく。さあどうでしょう。さあ飛びが入るぞ、これが7割減る、2択が下段。さあ中盤アバラで押し返す、まだわからないぞ、3段目、これはファイヤー確定。さあこれは見ていきました、詐欺飛び甘いと見て支援。あどうもすみません紫です。さあそしてハジさんの DJ ですね。ハジさんの DJ ですね。あまり関西ではフェイオン DJ なんて行われないんじゃないでしょうかね。あんまりないですね、うん、はい、これはお互いきついの分かりつつ、はい、どうポイントがあるか探っていく感じですね。そうですね、いくらフェイオン DJ ともポイント1個知らないと、はい、行っちゃうことありますからね、まあ、全然ありますからね、うん、はい、ちょっとねあの大阪の同僚なんで、はい、頑張ってほしいですね、はい、さあさすがにというところですね。盤石な立ち回りでしたね今。やや8三回りですかね、安全牌を多めの立ち回りという感じでしょうか。はいはいはい、うん、あ、うまいアッパーで投げアッパーで潰しましたよね今、非常にうまい。さあさあさあでうまく刺していく、これですね、哲学ですよね。しゃがみ中キック連打をあまりしないと見てリズムを読んでいきました。まあどうしても大阪やったらね、あのおカフェインさんだけになっちゃうんですよね。はいはいはい、で、で、行きますよね。さあ、メクリアガードしている。さあ、無理はしないで、無理はしないですね。さあ、ピタだったが、さあ、2発目からはさあ、よく投げた。さあ、さあ、おっとここはちょっと欲張れた形だ、無理はしない。さあ、寝かせて、まあ、端々になったら打ちますよね。これはもう打つでしょう。大神で抜ける、大神で抜ける。さあ体育安ら、体育安らですね。よくさあさすがの我慢強さと言いますかね。そうですね、もう勢いに飲まれず、はい、で、はい、DJ なんでまあ誰でしょうね、そうですね、誰しもジャイアンさんですよね。小山もかなりあのレッグからのアッパーはやや欲張ったというところですかね。あ、そうですね、あれが繋がってたらって感じですね今のは。さあジャイアンさんはこの間 DJ 戦をかなり練習したということで、まあこれもねやっぱ DJ も一発ありますからね。そうですよね、かなり一発に、はい、スパコンがかなり刺さるんですよね。うん、スパコンがかなり刺さるので、はいはいはい、こうなってきた後にしっかりとダルシムが守りきれるかと。そうですね、あーっとー、そうそう、これですね、はい、いって、おっと、さあまだ分からないぞ。さあガード、おーっとー、相手のアバルを潰してきました。
今のはいいスラからの、そうですね、そしてファイヤーが大でしたかね、うん、キャンセルファイヤーが大でしたか、うまくやってきました。さあ迂闊に手を出さずうまくリズムをずらしてダメージを取っていくジャイダル。さあハジ DJ は一人目はですね、こういうもんです。リュウに勝った後に DJ 負けますね。さあ繋がって、なんとよく見て、ユンピョウにジャック、これは素晴らしい。なんとめぐりが入ってこれですよね、寝かしたら。さあ今のジャックはよく見てましたね、素晴らしい。ハリさんも今ね、大阪ですごい頑張ってるんでね。これでも丁寧に技を出していきます。あーっと2回でピヨっちゃいねえな、2回でピヨっちゃいねえな、あっと寝かしたからまだあるぞ。さあジャックを出す、あのね、しゃがみ大パンチがねすげえピヨりますよね。そうなんですよ、あれベガもあれに泣かされるんですよね。さあ白、さあまあデューですよね。しかしめくり万歳会は今のかなりでかいですね、うん、さあ関西と名古屋の DJ はやたら流線がうまいイメージがありますがさあここは逆にね、関東が今までとの DJ さんと違うところを要求される場面ですね。さあ歩き投げフェイロン戦は割と関東が進んでる感じがありますが、 DJ バイソン関連はね、うん、西の方がさーっと刺さる、西の方が非常に進んでる感がよくあります。さあ開幕安田、これだけは龍はとっとというところ、この後の波動と真空でまあ龍はまずね、龍のあれですね、そうですね、まあ、ゲージ作りたいですからね、うん、さあ非常に押し引きがバランスいい、相手にゲージを溜めさせないように前にも歩いてうまく作ってますね、いい作ってますね、うん、前ジャンプをしているので飛んだ飛んだ、スライディングも刺さる。さあ次は平さんですね。さあ今の前取りはちょっとすごいですね。そうですね、うん、前に歩いて歩いて前に歩いてたり下がったり、下がりながらもまた安田が早かったですね。そうですね、素晴らしい。さあちょっとベガ戦の成果が出るかちょっと見たいですね。なるほど、あの一昨日ちょっとやったんですよね、はい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 、日本橋のタイトーステーションで、はい、さあ今のはなんとジャックキックに相手取ってましたね、うん、上り中盤で投げる、さあ中投げる、2を使っていくがどうだ、ヘッドプレスが中心、さあ歩き投げ勇気の歩き投げなんですよね今のも。いやしかしよく通しました。さあ立っていると裏から待って下段を攻める投げ角ですね今のは。さあまずはゲージを貯めたいというところ、そうですね、はい、ベガ持ちましたね、これはあえてジャックニーで貯める、まあめくり、さあ押しそうね、今のは引っ張りましたね、ずいぶん。まあこれもダウンしないように立ち回るのがすごい難しいんですよね、ベガ。さあまずはゲージを、うわうわマジバックジャンプ中、さあ投げ投げが許さない、まずはゲージを貯めている、投げる、さあヘッドプレス、さあここカード、さあうわ歩いて中心、歩いて中心、さあバックジャンプ中盤さあもう一回ゲージが貯まるというところ、さあ今状況的にはベガがガン有利ですね。もう一発出しますよね。さあどうだ、あしゃがみ中キック、しゃがみ中キック体育、いやーここはですね、2回目の投げに行った時にジャックを出したっていう、そうですね、あそこ意外でしたね、はい、うん、ハジ DJ ここにありですね。いやピュアセに行ったのが間違いだった。
あ、ちょっと僕出番なんで席離れます。じゃあまた KKY さん、ジャイアンさんお願いします。どんなルーザーだ、こちら。はいはいはい。次が、次はここかな。残儀は首対、輪郭ゲーミニオンゴッド。で次中野と、カーニバル、じゃんけんをお願いします。このピョンキスさんがキャラをいろいろ変えて結局リュウに戻ってくるってのは、これ何年に一回やってますよね、このまあね、また残機になるんだろうけどまあリュウが一番動けてんじゃないですか、彼の中では。器用な方ですからね、うん、ピョンキスさんね。はい、じゃあお願いします、はい、ワンピー側が、ワンピー側が、輪掛けかな。で 2P 側が、ザンギア首、ね、さあこれはまあ、2P 側が好きなピョンキスさんと 1P 側が好きなトンタンキさんということで、ああ、まあ、非常に利害が一致しているということですね。平和にね、先方はトンタンと、トンタンのフォークと、え、唐揚げ丸さんのエソどうけら、ケン、ケン、あ、まあ、ミスター、フォークエソーク、フォークエソーク、これさすがにエソークでしょ、はい、XW は何もない、まあスパコンだけちょっとですね。さあワンピー側がトンタンキは今回 X ですね、久しぶりの X、 この白いフォーク久しぶりですね。さあ相手は唐揚げ丸さんのエソーク、ほっと歩いていった。さあ実は昔トンタンさんは割とケイ君と同居でやったみたいな話を聞きましたが、いやさすがにでもきついんじゃない、さすがに S はきつそうだぞ、 X で判定が全部勝つでしょ、差し合いできないもんね、差し合いできないですね X はね、かといって S は差し合いもできるし置きも強いしやりたい放題と、まあ2回転が強いぐらい、そう2回転が強いぐらいですね、たまってないっていうね、溜めるのも大変っていう、たまんないっていう、あと、これはしっかり逆に回していきました、あれも話だと詰みだよね、話だと詰みですけど、だからもうミスを狙うしかないですね。ああなるほど、飛びも多分間に合わないもんね、そうですね、だ話がなければ、うん、まあ、トマホークでワンチャンスみたいな出させてみたいな感じなんですけど、おっと、なんだ今中盤飛び込み、あれあれな、ジャンプした中盤です、ジャンプしたチューパー、あんなんなんだ、はい、あの技あります、初めて見た、おーっと、ここで歩きが決まる、さあ、ガレハジ、おっと、さすがにいかない、無理でしない、まあね、立ち回りがね、強いんでね、あと、あー、今度逆に、あ、当たっちゃえねえだろ、おーっと、さすがに直で来ると思わなかったか、そこは行くんだ、直で来たか、それは恐ろしい、直がビビるね、それは、まあ、それは予想できなかったですね、ちょっと、うん、立ち台、ジャンプ台パンチ、さあ全く飛び道具キャラがいないというこの輪掛け、おっと、あと勝利出してミスった、そうあれが強いんだな、終わった終わった、なんか言われてますよ、さあめくりがね、めくり強いな、やっぱ強いんですよね、あれガード方向分かんなかったのかな、さあベガが行くと思いましたが、ホンダでしょ、ホンダの方がやっぱり、でもホンダも S ウォークだと、いやそうなんですよね、私ベガの方、数字つけたらベガの方が上行くんじゃないかっていう気がします、いやでもベガはやっぱ1回がね、ホンダも結局これホンダ有利だと思うんですけど、うん、結構厳しいんでね、タイトミスっちゃいけないとかまだあるんで、ただこれフォーク側もはめるの超むずいんで、うん、しかも上からは100巻と弱中強で仕込みとかが負けるパックで上からははまんないですよね。さあホンダは岩井有利で画面端なので、おっと今はちょっと危なかった、ちょっと危なかったね、よく見てる、見つけ動けてますね。さあ
秋葉原変異勢ですね、この残業組はね。非常に秋葉原変、さすがにホンダはきついか。ただ S ボークがリードしてショーパンで待ってるとあまり削る方法もないのでというところですね。おっと、あっと画面端、これはあー、ミスったか。あー、お話し置いちゃ強いんだよな、お話が強いので。そう、コパンでちょっとフェイントかけて隠れされて、さあピョン吉が竜で、まあ竜だね、竜だね、まあ竜でしょうね、竜だね、うん、残ってんのはガイルと竜ですね。ガイルと竜とあとなんだ、ベガこれザンギが首ってピョン吉ザンギ首ってことじゃない。そうです、そうです。あ、ではザンギやるなと。そうです、そうです。お前のザンギは弱いと、いらないと。さあピョン吉さんの竜がクスモノさんに挑むという、なんかあまりやってない動きだったけどとりあえずあっち行けよみたいなところがすごいあるんだけど。あ、負けたよ。あったまさか、たまに逃げる、たまに使った、ただワンピー側に行った、ワンピー側行った、ワンピー側が勝利点出ないのか。ビビリハードになってっからね、あっち行けチューパンと。あー、終わった終わった、やったかこれ。おと、お、チューパンだ、うまい、怪しい怪しいぞ怪しいぞ飛び込みが全部立ってますけど、そうあ、怪しい。いや、うまく前離して、これはさすがにリュウはバックジャンプ早出し、勝利勝利で出る、早い。さあシンク、うわ、打たない打たない打たない、ジャック。さあこれはさすがに、さすがにバーバー、まあ100巻打っても上りショーパンで終わるっていう。真空でよかったと思うんだけどな、シューパン。さあ飛びを待つか、飛びを待たない、飛ばない飛ばない、波動をうまく抑えめにして、これ多分波動打たないんじゃない、勝利で出る、待ってるね待ってるね、勝利待ち。あれはあのちょっとね、飛ばれるときついから割と打たない立場になってるけど、波動打たなくなったか、どうせ打たないでしょみたいな感じでクッスも止まないね、波動打たなかった、どうだ。さあこれはうまく焦がしたぞ、たまったシンク、シンク打っちゃった、もう削りで OK というところ。おどさあ打たない、打たない立ち回り、まあ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 、前飛んだ、これは張り手読みですね、うん、張り手読み、うん、まあリスクはあんまないよね、飛んだとこだそうですね、垂直したときは非常に着地対象難しいので、うん、何にも入らないよね。そうですね、多分、うん、コパンがうまくやれば、はいはいはい、的な、そうかもしれない、確かにね、ザンギかぶせになってますね。さあかぶせになってますが、さあ自分の使ってるキャラだが、ウンジは相当ね流星うまいですからね、うまいっすよね。おっと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 、今のは多分暴れに怒られるやつですね、これね。今流ザンギってどうなの、やっぱりザン相当ザンギっぽいんだけど、ザンギだと思いますから。やはりこの間川端くんが鈴木さんをボコってしまったことにより、あーなるほど、最新だよ中ボスはね、さすがにあれもしゃがみ投げでね、全部拒否できるもんね。そうですね、昇竜拳も相当当てるの難しいでしょ、相当難しいです。おっと、さ あ, あと逆側、環境に優しいが、どうだ、もう一回優しい、まあこれ端に追いついてもっていう、チュアシャドウ、さすがにガード、さすがにチュアシャドウ、あれさすがに食らわないだろう。さあ厳しい、まあ、ここでガイルが生きて、まあガイルでしょうね。で相手がベガとザンギで、ガイルとベガ、あベガ同キャラになるのか。まあまあね、ガイル使いは結構ね、なるほど。さあこの間も機械さんが、まあ、のじ合いだったらね、やばいやばいやばい、伸び伸びとガイルもいけるんでしょうが、そうなんですよ、大会はねやっぱり魔物が住んでますから。しかし中足でダメージを取る。さあソニックにダイヤシが入っている、差し合いうまくねソニックもだから多分ね最速で打てないんだよね、怖くて。ちょっとずらして打ってるから、 そのずらしを読んで踏み込んでダイヤシと、
やってることは簡単に見えるんですけど、かなり深い読み合いが。そうはうまくいかないですよ。今度はガイルが、おっとガードした。さあサマーで待って、ラインを上げて、これガイルライン上げたいですね。あれはでも、あれでスクリーン入っちゃうので危ないですよね。なるほど。あのニーバズカチューパンは、あ、中足中足という感じで、割といい感じで寒い試合を。後ろそばのガードはナイスだな。いやすごいな。今のガードはナイスだね。後ろそばっと前歩きで追ってくのもすごかったですけど。確かに。その後は大足に即ソニック打たなかったっていう。よくガードしましたね。あ、ソニックしたくなるよね。あ、危ないですよ。相当危ないです。あともう一回来た。サーバー。さすがに横やりすぎた。あれ前歩き弾きでしょ。そうですかね。うん、やったでしょうね。大足か。さあガイルがかなりいい感じで進めてるように見えますね。ジャックソニックをスタブが相当入ってるぞ。スタブサッカー相当あんまり使ってないんで、うん、いいところで使ってますよね。まあ、前歩きになんか、あと今のはちょっと危なかったが、バニシングに目後ろ、そ今の相打ちで結構試合が決まっちゃったような気がしますね。今のいい味だった。さすがに無理だね。さあちょっとこれ分かんなくなってきたぞ。このガイルベガの、ね、難しい組み合わせをいけるかどうかってとこですね。さあ直近のエストで無敗優勝ですか、下紫ですか。はい、なんか俺負けた気がするな、そういえば。投げて投げ返し。さあこれは食らってというところですよ。あ、バックジャンプはダメなんですね。食らって、そう、我慢しないといけない。我慢しないといけないですよ。やりたいことやってるな。もしかね、ジャンプ強パンを超低めに出すとたまにサイコが出るんですけどね。あ、なるほど。あー、間合いでね。サイコ、ほぼほぼそうそう、サイコ遅れちゃうと遅めジャンプ強パンに負けることはあります。長い、まあ、組み合わせ的にはいい勝負なんですが、相当いい勝負ですね、これは。投げる。さあ、これはガードするしかない。もう中パン、うまい。さあ、おっと、サイコ読みで垂直。さあ、めくりは、おっと、投げられた。取り返し、内回しに対してあれだったけど、あのめくりホバー一応違ったね。見てからサマーはできます。これめくり、めくって投げる、投げる。まああそこはね、投げに行ってもね、うん。さあこれは投げないと、あと、これはメガペース、メガペース。あーっと、さあ必ずさ、最後絶対サマー出すんだが、まあ、ザマ当たればね、2択でね、そう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 、一応勝てる可能性が出てくるからね。同キャラは結構ね、同キャラ紫うまいですよね。あの、うん、力量出るんですよね。固めとかがすごいネタがあって、昔は平はすごい強かったけど。さあ紫メガ対鹿メガ。さあ横押しがね、やっぱね強いんで、で、あと、あの、2ミサイル、中キック、うん、ジャンプ中キックがすごい強くて全部潰せるん。これは、おっと、中サイコからのちょっとネタっぽい動き、映ったか。さあ、はめられるか、どうだ。あ、バックジャンプ、あれははまるんだよね。残り30秒、残り30秒、リードはシカメガですが、まあこれもね、お互い球持ってないんでね、一発では終わんないかな。あとこれ食らったら痛いぞ。さあ、逆転した、逆転したか、逆転したか、わからない、ほぼ五分。あーっと、のサイコはいい。これはよくぞ、よく見てる、スカリを見ましたね。あのサイコで返せんだね。手前落ちでしょ、手前落ちに対してサイコのあの引きでちょっと引いてみたいなネタだね。さあまた仕掛けるか、今度は逆に下段4だったダブ2で返していく。完全にもう対応になってますね。対応だと、逃げもバレたか。さあ中2の返す、めくり失敗、全部ね表なんだよね。あー、大キックと相打ちか。ここは紫が粘って、勝ったのは裏 D 中野万事固めと、ザッカーアニマルで、次が、ルーザーズってできるんだっけ。ルーザーズはできないか、まだルーザーズまだできないよね。ルーザーズまだできないでしょ。ここも入れといて、
次が、大船に大船に乗ったつもりで寝たい。次いやそれ6でしょ。中野とカーニバル、タマちゃんのところ、うん、で6番でしょ。で7番だからここだ。これウルザキウルザキタレベンチーム、ウルザキタレベンチーム、大船とじゃんけんお願いします。大船チームですか。あ、終わりました。あ、終わりました。はい、2回戦が終わってからルーザーズ始まる感じですね。2回戦が終わんないとルーザーズ決まんないんで。よし、やってください。さあ、先鋒戦はたまちゃん、たましま俊二対セオ、結構エースクラス。これは多分セオあったのはバイソン読みですよね、多分正解。あ、まあでもチュンリーは全員でいけるのか。まあそれもそうですね。まあ DJ 以外には多分ただ、おピョタピョタ。いや、ここら辺の攻めはやっぱり。さあ、相変わらずチームメイトでないユリッチがうるさいですが、まあ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 、タマちゃんは最近あの博士とよく組んでるから結構先方とかでいけるっていうのは出ないよね。まあそうですね、好きなところで出れる。まあ本人ね、絶対ね、対象あのみたいなあのポジションなんだけど、性格的には出たい感じ、ね、前に出て早めにっていうで、いろんなことやって暴れるっていうのが向いてると思うんだけど。さあ、この対決は前でどっかのでかいでかいで当たって、その時はタマちゃんが勝ったんですよね。あ、まあ、チュンリー戦で結構勝つんですよね、ギリギリで。さあ、差し返し。さあ、ごちゃらせる展開まで来たぞ。いや、たまるとこれ、チュンリーもうまい、うまい、うまい。ごまかしを読んでいる、チュンリー側の投げ。あと減らないが、いや、これは大パン。つか、あれ、なんか追いついて投げれそうまであったよね。投げるのか、大投げるとちょっとワンチャン微妙かなと思ったんだけど、剣もちょっと出しづらいし、うん、あ、大パンであれ正解なっぽいよね、うん、剣だと多分暗い判定前に行くからワンチャン届かないもあるし、大パンはすげえな。なんか下手すると背中蹴りとかで負けそうじゃない、うん、ああ背中蹴りね、うん、さあこれダルシムとホンダと DJ なんで、まあ、DJ でしょうね。 DJ かな。ダルシムは行きづらいですよこれ。博士は多分エースなんで、うん、そうですね、とっときでしょう。さあ1ラウンド目、さあそう押されました、押されました。そう1ラウンド目終わったらもう押さないと決められ、ね、決められるんだっけ、決められちゃう相手に。決められる、まあ一応そうしてやらないように審判が1ラウンド終わったらもう強制的にスタートを押すと。おっと、これダルシムか。さあ博士出す、出すみたいですね。出す、博士いった。まあこれダブルイリメーションなんで、まあまあ最悪っていう、まあそうですね、とりあえず博士に1回も出番ないし、そう早めに出しとこうみたいなのは。予選使ってないですからね博士、まだ出番なかったんで。さあ刺して、出番なしでね、ダルシムってのは。あ、全部あった。さあこれ投げに行くか、投げに行かない、投げに行かない。さあこれはもう終わった。おっと、これ分かんないぞ。いやでも、いや分かんないぞこれ本当に。いや、よくやぶしたが、いや今のちょっとガードしちゃったのはバックジャンプドリルかな。そう、バックジャンプドリルかバックジャンプ大パンチか、どっちかできていれば。
お、タッチキック位置的に中盤かと思ったけどね、俺も中キックで返せんだね。まあ、中銀側も大キックだったんで、まあ、何を出したかによりますけどね、中銀側は、うん、さあ、溜まった、まあ、中銀も溜まる。おっと、これがね、背中蹴りがね、全部ね拒否できるんですよね。高い、やったい、これバックジャンプかですね。あ、おっ、だいぶ当たったら美味しいね。まあ、ちょっと暴れてたね、相打ち。あー、打っちゃった。漏れたのかな、よくわかんない。漏れでしょう、さすがに。あれはあの前では出さないよ、ね、うん、何読みなんだっていう、まあ、立ち止め読みで出すっていうのはあるけど。さあ、まあ、これはインフェルノ。あ、中継にしとけば。でもどうなんだあれ、中継だと多分、あの相打ち以上だから、一歩勝ち、一歩勝ちあるよね、一歩勝ちある。だからよく、あ、下段だと思ったんじゃん。あー、そういうことか。下段はあのブラストで隠るんで美味しくない。あと、これついに飛んだ。あ、ピオ、あ、ピオタイ、ピオンで。さあ、よく投げた、よく投げた、今のよく投げた、本当によく投げた。あれはね、あまり投げないんですよ。ダルシム固まるとこなんですよ。そう、あのね、適当な上り中キックとかやばい技があるから、ドリルもいけない、ドリルもいけないし、スラストはゲンキックでやられるし、そうそうそう、ワンチャンスラスト座れて投げられるってのもあるんで、うんうん、まあさあ、もうノーチノール、さあ、ノータイムで DJ。 これは戦いのバランスが一気に、え、いや、やられる気持ちがわかるんだって。そう、ダルシム、ダルシム側のね、用語とは言って、用語とは言ってない、ああなるんだっていう、そう、っていう話。あそこまで行くとね。いや、でもなんていうか、ここまでその瀬尾君が飛びを見せないで、そうそうそう、最後に見せたのがうまいっすよね。多分今までも飛んでいいとも結構あったんですけど、我慢してね、我慢して勝負どころで飛んだっていうのは。投げる、投げるけど意外と減らねえな。まあでもね、さあ、これはもうこれめくり当たんないともう勝てないで、うん、でしょ。これはあんまり無理しないでしょ、もうさすがに。もう散々無理したんで。あった、あった、まさか、さすがに、さすがに、あ、おし、さすがに今の出し当たったらでかい。投げられて、まださ投げる。さあ、大西 DJ の謎の根性値がやばいっすね。確かになんかあの、追い詰められるとスイッチが入ったみたいな、なんか確かにそこまではね、逆転勝ちをするんですよね、さっきからやるな。とはいえね、もともとベガ使いのはずなんですが、玉島博士の、ね、というダブルエースを失っているので、まだまだ苦しいところは。相手側がユーベガと A4、 中野 A4 か。だから DJ これ勝っとかないとキャラ的にはきついのか。そうですね、それで DJ 残したんですね。そうなんだろうね、 DJ 全員勝てるからな。溜まって、あと B、おっと、さすがにバレバレバレ。さあ、これは戦列、さあ、セオは安くても落とす。おお、繋いでいる。今ちゃんと繋いでるの偉いな、ね、あれ暗い投げでしょ、暗い投げとかされそう、怖いよね。か、逃げジャンプ中キックにしちゃうってこともあるから。あー、確かに、まあ、それだと継続しないからな。うー、怖い。投げは、あー、今の立ち投げ大きい。かなりリードして、もうさすがに戦列貯めないとっていう。そうですね、とりあえずた、あっとっと、せん、あ、おぉ、危ないぞ、と、マジか、おい、今のちょっと戦列確定したんじゃないの、確ったよね、多分今の、まさか2回、まあ、溜まってなかったかもしれない、2回打ってくると、さすがに投げて、ガメ足、さあ、これ、あとちょっと打っちゃった、しかし、釣られた、下段、さあ、さあ、これしっかりガード、前飛び、お互い前飛び、あっと、これは分かんないぞ、そうだ、もう一回、チュンリーが、チュン、左側がちょっときついが、先列溜まったんで、残り0と。あー、さすがに飛ぶよね、さすがに飛ぶよね。あれは前ジャンプ中キックが一番いいのかな。で、ごちゃって上り、垂直、垂直、のっかりか、下段かっていう。音チュンとかならそんな感じする。来る感じ。さあ、そこでキャビーが来る。キャビーかよって話ですよ。ホンダの DJ なんで、まあ、とりあえず使っとくかみたいな。ワンチャン行くんだったら、まあで、大将はベアでしょ、ベアじゃないですか。そうですね、これは相当勝ちたいでしょうね、ここまでいけば。まあ、何度もチームのピンチを救ってますからね、大西 DJ、 同日予選の時からも。ああ、なるほど、長さんに、正月さんに、そう、勝ったりとか、楽しい、楽しいカーニバルで、楽しい、まあ、あの時はでも、
あれでしょ、博士がまだ残ってたんでしょ、残ってたけど、とはいえって感じや。もうあれで負けてたらもうムード最悪だからね。大パンよく置いてる DJ、 活躍するな DJ、 大会強くね。まあためキャラはやっぱりそういうところはいい。さあ開幕投げに行った。うん、確かに。おっと、これはしっかりガード。おっと、さあ、しかしこれはめくれないので、おっと、うまい。おお、うまい。心の隙間やるな。今重なるタイミングなんですね。ちょっと早いかと思いました。針穴を通すような形で、さすがに開幕、さすがに、さすがにあれは見てからね。さあ、この辺は冷たくいこうと。冷たいね。あとこの、あー、終わった終わったな終わったな。あの前についてる時のスライディングが相当ね厳しい。さあ追いついたぞ。さあ A ちゃんが出る。 A4 か。まあそうだしょ、ホンダ A4 か。まああんまどっちでもキャラ的にはベガの方がいい感じなんですが、まあ確かに大将近藤は、まあどっちも、でも A4 も、 A4 も相当あるんだけどね。お、開幕バックジャブ、何読みなんだ。バックジャブショーパンに負けるか。バックジャブ負けるよね。何読んだんだろう、分かんない。おー、相打ち、マシンガン、マシンガン負けたかも。おっと、あれ見てからか。相足、おっと、さすがに裏回るか、回って、うまい。あー、今のバックジャンプ読み、ね、早出し大パンの読み、すごい読み合いしてます。画面端で DJ もこれ待てる。エアスラ打った。うわ、いや見てからっぽかったけど釣られたか。エアスラに、あの最低が合わせにあれぐらい離れたらダメなんで。なるほど、じゃあ近づけない。で、あれにも近づくとスライディングが今度ガードさせられちゃう。うわー、どうした。あとよくガードした。さあ、これはバックジャンプで逃げる。やる。今の前飛びはさすがですね。今のはガードするしかない。完全にエアスラ読み。うん、でガードしたらもうあれチュアシローリング削り確定なんで、うん、まあね、秒数的にもあそこで待つっていう選択肢はないから、ね、DJ もないから。さあ、割と期待値的な理にかなってます。うまい。さあ、スライディングが結構入るんだよな。2ラウンド目はなんとキャラサー通り待てていく。冷たい。前捨てには反応する。そう、前捨てを咎められるとね、もう何もできないんだよな。うまい。さあ、冷たい大西。これはさすがに終わり、終わり。さあ、会場の拍手がね、まあ、チームメイトはチームメイトしかいないっていうね。いや、これきついぞ。ただね、DJ がもう神経は使ってるんで。うん、神経は相当使うけど、まあ、いや厳しい。さあ、中足が入っても、お、うまい。針の穴通す、うまいが。相打ち、今は一方勝ちしたかったと思うんだけど。さあ、スライディングを打ちたいんですが、いやー、今のジャックはうまい。そばっと、あーっと、これはちょっと厳しいぞ。ブラッカー分かんないぞ。ブラッカー、よく出した、よく出した。ちゃんと拒否だ。あーっと、これがあるんだよね。バックジャンプショーも出しとけば、まあ、マイステぐらいしかもうないかな。まあ、とりあえずマイステかショーローリングで前詰めるかぐらいしかない。あの、マイステって言ってもエアスが溜まってるんですよ。だから結局まあ、タクにはなってるんだけど。さあ、怒りのユーベガ警察、頑張れるか。これはね、先方で二人抜きしたんで頑張りたいですよね。大将までは持ってきたいですよね。ラウンド1ファイト。まあ、キャラ的には大幅 DJ なんですが、そう、残ってるのが DJ ホンダですからね。そう、投げる。う、しかしスタップ寄らせて、なんだこの男。パーフェクト。あ、まあ、ほぼほぼパーフェクトではないか。削りダメージ。さあ、これね、見てる人は、知らない人見てたらベガいけんじゃないって。ベガいけんじゃない。さっきもね、ベガいけたからね、結構ね、全くいけないからね、実際のところ。お、飛び。あと、これは受け身がない。投げて、さすがに大パン、大キック。あっと、よくガブした。あれね、あのショーパン飛びがまだどうしようもねえんだ。おっと、投げて、ディエロフレ。今の逃げ台キックはうまいですね。うまい。うわー、さあ、上がって、長すナイトビア。あー、はい、あー、投げる。ごちゃらした。今の起き上がり投げれなかったが、いや
まあでもちょっと重ねはケアするでしょう、うん、ナイトメアちょっと遅かったな。大将戦これしびれるぞ。まあ黒岩さんの精神力が問われる戦いですね。確かに。さあ昨日も永田正月とやって5万円だったっぽい。5万円で勝ったってことですか。まあよくわからんけどほどほど5万円だったらしいっすよ。なるほど。勝ち逃げかよって言うからね、終電で帰って帰ろうとしたら。そう、そうガーフだからね。ガーフやばくね。ガーフはやばい。しっかりガード。さあただうまく合わせて。俺に私の知ってる情報だと、はい、待ってるホンダは、うん、怖くない。ゆうべがさん割と得意だそうです。投げに行った。相打ち。これはこれはやばい。逃げる。中キック。リーチをかけたのはゆうべが。マジか。根性値ありすぎでしょ。これもう1回戦としてはもったいないね。これ1回戦ですよ。1回戦です。マジ決勝みたいなカードですよ。っていうかね、あのタマちゃんのとこはねきついカードが続きすぎ。確かに。さあ入ってめくりが食らうと死んじゃうけど。さあ投げる投げる。投げちゃやべえだろ。あこれや、おうわあっとこれ死んじゃうぞ。これはホンダパーペース。リバース投げ返す。前投げ。さすがに投げに行った。さすがに。あのね話し合う人でねかノーリスクで返せるんですよ投げ。あっとさすがにガード。あバックジャンプはねよく打った。あれは本当ねドンピシャだとねめくり入って死ぬからね。まあ、そうなんですよ。怖いんですよホンダが打つのも。あれ体力リード取ればホンダも待てる。そう張り手の隙にリード当たる。こちゃって。あーやばい。これさあこれはホンダが死んだか。完全にホンダの投げる。めくりがめくりが当たらない。おあいちこれはあいちはホンダ美味しい。超美味しい。よく暴れ。あーしょうがない。最後続きしょうがない。カーニバル強えな。カーニバル強え。しぶとい。いやエース級2人を先方にやられて、うん、そっからまくれるっていうのは相当ですよ。いやー強かった。いやじゃあ2回戦回戦ですね。大船大船対チーム対ウルザキ。つもりで出たいウルザキ。ジャしてますよね。で次がファイヤーグランドエア波動対21世紀ホックス。じゃんけんお願いします。21世紀とファイヤー。じゃんけんしてるかな。じゃんけんしてる。じゃんけんしてるかな。じゃんけんお願いします。さあタマちゃんと。あ、終わってますね。はい。タマちゃんとなぜかユリッチがご機嫌といういつものパターンですね、これ。まあ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 。なあ、みんなやばいってコメントしてんだけど。やば。やばいってわかるんだ。海外の方ですかね、みんな。ノーリスペクテッドフォー大いちょうって書かれてますけど。まあ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 。まあまあまあ、リップリップリップ。フリーですよ、フリー。あチープかチープ、まあまあまあ、チープですよ、まあ、チープですね。まあでもここまでね成熟するとねそんなに簡単じゃないよね有利キャラでも、まあね、そうなんですよ。ひっくり返し方もパターンができてる。 1P は 1P のチームはウルザキ。ウルザキは 1P 側で 2P 側は大船。大船でキャ名前プレイヤーはお最サイレントスコープさんがいろいろ書いてくれてますね。まあマー君エスサガット対タレマエスサガ。エスサガエスサガマジか。ダライアスダライアス。そうだね。はい、さあダライアス来た。これ終わったらルーザーズ始まるんでこれ深谷ロボットチームは2番筐体周りにお願いします。深谷ロボットチーム2番筐体チーム側にお願いします。さあ気持ちよくウェーブを打った方が勝つ。確かにダライアスって言ってもね初期装備はこなれますからね。まあそうですね。赤取ったらだいぶ 赤取らないといけないですけど。はいやります。ルーザーズやるんでね深谷チームは、2番筐体周りにお願いします。さあサイレンススコープさんハロー KKY お疲れです。ヘロー。ワンピー側が相当マー君ですかこれ。マー君勝ってんのかな。サピヨってダイキック勝ったのはウルザキタレドン。
タレマさんですか、タレマさんのエスタガですか、勝ったの。そうですね。で次がわかんないかな、え清水さんの、DJ DJ? DJ いけんのか、まあ、残ってるのがチュンリーとザンギエフなんで、ザンギはまあ論外として、まあチュンリー取っておきたいですか、うーんっていうとこじゃないですかね。あと飛びが取って、さあタイガーモード投げて、飛び、さあ気ままにタイガーを打って気ままに飛んでも割と勝てちゃうのがこのキャラなんですが、おっと今のちょっと安かったか、飛び越した方が美味しかったような気しますね。エスター会心にいしそうですね。まあこのキャラやっぱ開発が遅れてるキャラなんでみんな使ってほしいところありますけど、エスターはエスターはそれじゃやっぱ海外、まあ、遅れてるって言い方もちょっと変だけど、 やることが少ないからな、なんかねみんな X 使っちゃうみたいなところあるじゃないですか。 X はいろいろねできるからね、さすがに今のできる、あーまあそうなの、弾を打てばとりあえずみたいな、まあ細かいテクニックはあるんだけど使う場面がないっていう、そんなことやる前に弾打てよっていう、アッパーカード打てよみたいな。さあ下タイガーで飛ばして、アッパーカードじゃない、きつい。さあピオリ、あっとセメラを、安い、 あっといますジャックが出たかなぐらいですかね、難しいところ。タレマさんが2人抜き、持ってるのはチュンリーとザンギー、まあ、チュンリーですね多分、さすがに、あザンギーじゃない、ザンギーっぽくね、ザンギーっぽくね、ザンギーいけんの、どうすんのこれ、ザンギーはきついと思うんですけど、チュンリー大将固定ってことなんですかね。ああなるほど、うん、間違い 2段目でしょ、 X ないからな、2段目はキャンセルできちゃやべえだろって、2段目キャンセルできるキャラって X いないよね。さあきつい、厳しい、飛んでも下体が、あ今アッパーカット間に合ったな、相打ちでも OK、 全然 OK ですね。あとさすがに今のはいやーしたんですけどね、ガードしたらダメなんだよ、何もない、スカストしたらダメなんだよ、ダブラリかな、スカストしたら、そうね、ただスカスぐらいまで下がっちゃうとなかなか打ってくれないっていう次元は、ね、トビー、トビー入る、おっと飛びも落としづらいんだよね、ザンギは下がった飛びは、ね、結構強いんだよ、まあ、前飛んでるだけで結構何もできないっていう、あ、うち、あと飛びが入ったか、うわっぱっぱ、ドラゴンダンスならずタイガーダンス、まあまあこう来るしかないからね、タイガーダンス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 、さあ出てくるのは苗場さん、ドラゴンの対をなすタイガーみたいなね、かっこいいべ、おお喜びそうじゃん、ドラゴン、あタイガーダンス、龍子の剣みたいな感じ、ダンスしてる時点でも違うか、まあまあまあそういうキャラじゃねえか。さあ大将苗場チュンリー、これもうこれきついよねチュンリーね、きついきつい、全然きつい、ただまあ溜めればワンチャンあるんで、ああいうの落とさないとエスタガーはこんな風になって、こうなって投げにはいけなかったが、まあ投げはいきづらいですね、でも行ってもいいと思いますけどね、まあ確かに受け身がないね、で食らってアッパーガット一発じゃないですか、痛いけど超痛いじゃんまあでも有利な時は全然スカシもあるから、やっぱ、まあ、あと打ちづらいじゃないですか、なんだなんだ、そうチュンリー足早いからスカせば投げれるからね、投げ確定で受け身なしっていう、はい、おっとタイガー2の隙も少ねえんだよな意外と、今のかくらねえのかよ。さあチュチュンピ寄りそう、クラッシュ暴れタイガーに、と今のはあいちちょっと上がったナイスガード、よく投げた、いや前飛びやべえ、おっとおー前中継マジか、今は多分
バックジャンプ一手読みでしょうね。あ、まあ、垂直もいけるし前飛びもいけるし。落ち着け、お肉もらっただろ、お肉もらっただろ、悪く言えねえぞね。さあ龍捨てちゃうやで、お肉ぽいっつってぽいわ。さあ出てきたのはウルトラマリオ龍。さあ、そのいい起き攻め、ウルツーゼですね。お、上り中期中盤かっこいいね今のね。アドゲン上り中盤中盤タイク今惜しかったですね。あれ繋がんないんだよな、一発止めでめくりに行くぐらいが最大じゃないかな。投げる、あれが結構単純なんだけど強いんだよね。ちょっと他の技となんかタイミングが違うんだよね。タッチオキック飛び中足で亀足飛びはしっかり落として投げる、投げていいですねこれ、結構いいぞ。さあ乗ってるぞ中央線、残り1ドット。さあ使った、これはしっかりガード。さあこれはきつい、あ飛びが間に合いましたね、間に合いましたね。あ入れた後間に合うんだよな。さあ残るはベンダさんのホンダとザクセンさんの S ホーク。 S ホーク、 S ホークがまあホンダもまあいけるんじゃないですか。どっちから行くかですかね。もう大将だからホンダが先か、ホークが先か。ベンダさん、まあ、仙台勢ここは仙台です ねとウルトラマリオさんはウルツー、まあみんな東北勢なのかな、ちょっとよくわかんないですけど、これは結構チュンリが難しいですけど、まあ、北側が結構さあこういうことになるとスキルあると、お今間に合うんだ、とっと検証出しかな。おうおうおう叩く本、おっスピーニングなんか、あ叩く本するか、なんだっけあれ、タッチ中キチューパンチ投げ化けで出るやつですね。対空にも使えるだろう。リードしてるの北結構が逆った、割と立ち回りが前へ飛ぶ、ゆっくりやってますね。当たった、蹴った、どうだこれ微妙、ま、削ったかな今ガード、いや戦列あったから戦列出そうとしてくらったかもしれないね。でもなガードモーション取ってた、あなるほど、二ドット削りじゃない、二ドット削りか、あとあれコンドルって大攻撃なんですかね、ボタン同調しだけど、ちょっと削るってことはそういうことでしょ、必殺技だからね、属性がなのかなって。あ、うち音それでどんどん削る方向か、あたたさあ、おあ、音たたんか方じゃない、おお、離してた、あーっとこう、こうちゃった時の投げやつい、対空がちょっとね、出てないのもったいないかな。トマホークが出ればそうですね、飛んできてるんで意外と、まあチュンリーも飛ぶと思わないからね、ホークはもう、あとトマホークで亀橋さあ、突っ込んで、あっとミスったか、ミスだ、ミスだった、あ、出ないが、お見合いが、だいぶリードした、これはもう削りでいいぐらいのコンドルが来ている、さすがに、あーと、安い安い、投げてよ、投げて、投げちゃえべ、ガムガムでも、どうだ、もうガードできんぞ、飛前飛んだ、飛べな、削ったっぽいね、削りだね、削りだね、大船チームはそのままルーザーズ連戦で、ルーザーズ連戦です。深谷とじゃんけんお願いします。そしてウィナーズでは21世紀フォックスとファイアーグランドエアハード、じゃんけん終わってるよね。で次が B ブロックの立川緑会とガムシャラジャパンはじゃんけんしといてください。じゃんけんお願いします。ルーザーズもどんどんやっていっちゃうんで、基本的にルーザーズは配信されないものと思ってください。視聴者の方々、順番がでもあれ、これルーザーズ1回終わっても2回戦にはいかないのかな。そう、 B の1回戦に行くのかな、まあ、そうですね、
ファイヤーグランドエア波動は多分先方4代目固定という噂が出てますが、マジか。まあ固定されてもね対策がないっていう。エクサーでも先方固定だったし、確かに使われまくってますな4代目まあエクサーの時はね4代目負けたら全部負けるみたいなイメージがあったけど、今度はい、さあオールドホークイズラブ、オールドホークイズライフ、なんか格言っぽい言葉が残されてますけど、4代目ですか。アンピー側が、21世紀北斗北いやファイヤーグランドエアハド、ね、川端龍対21世紀ホックス、ポガーエスケですかね。ポガーエスケ、おっと4代目 出てきませんでしたね。裏切りか、裏切りでもねえと思うけど、川端龍がまたねうまいんだ。まあこの龍はうまいですね、足がねうまいんだ。飛ばねえからな、飛ばない飛ばない、龍拳戦飛ぶのは珍しいね。さあなんという前乗り、危ない波動拳打ってないんだ。いやきついちょい待ち波動でしょ、これシングルでしょ、小波動でしょ、おっとスーパー、スーパー波動、なるほど、飛べない、ね、飛べない、ね、昇竜間に合うやつ。あの波動に昇竜拳で抜けるしかないよね。そうでもあの前から小中大どれくるか分かんねえからすげえ難しい。中昇竜、ああまあ、ね、S 剣だから中昇竜って手はあるのか。前飛びしましたね。ガード、今のガードは面倒くさいな。さあおっと今のはどうだったか。さあゲージが溜まった。リードしてるのは S 剣ですが、ですがちょっと波動拳もう打てないから、しっかり上を見ている。ダーシャドウきつくねこれ。さあ終わったか、まあ、一応昇竜拳で、だから昇竜抜きはできましたね。取り抜き、これ困るね。2人目誰だ。2人目はハクキャミン、ハクキャミン、キャミン当てなきゃいけないのか。これキャミンも辛いぞ。まあ竜拳あとか残ってるのはガイドサガットなんですよね。下がっ、ガイル、ガイルでも、なるほど。一番キャミは出しちゃいけないと思うんですけど、なぜか、しかし、なぜか、わー、今のもな、悪くないよな。多分アローじゃなくて、なんか違う、キャノンだったと思うんだけど。投げる、ビオル、あ、安い。おお、加算回復、ノーダメージ。これは美味しいぞ。さあ、中盤も置いてある。ちょっとどうしていいのか。さあシンクあるぞ。あ、打っちゃった。さすがに、さすがに打っちゃったな。ちなみに、え、あ、回転シングル、シングルはね、ダブルの回転は相当すごいじゃないですかっていうイメージなんですね。え、いや偉そうじゃない、偉そう、上からじゃないですよ、下ですよ、下からですよ、下から。さあ振り上げて、めくりはいかない。おっと、勝率、うん、まあ正面だったけど、竜巻で逃げるか、何か出なかったって感じでしょうね。あ、なるほど、これだですね、順めくりと逆めくりってやつですね。多少当たらない。おっと、噛み合った。おお、うまい、噛み合ってめくりいける、いけない。さあ、結構トリッキーなことやってるぞ。いや今のファイヤーよかった。川端リードされてもね、拾わないですからね。まあリードしてるんですが、あーっと出た。まあまあまあ、これはラッキー。あー出ない。運が良かったな今、投げに来られてたら終わってた。あー中足。中足。これはごめんだね。これはごめんだね。これは素晴らしいハクキャミ。これまあフジモンじゃないですか、キャラ的には。まあ4様でも別に。あ、4が行くのか。まあ4様だよね。フジモン出さないんだね。まあこっちの方は安定、まあ、どう出番がないと思うんだけど、フジモン出さないと。まあサガットとかいるから使っといた方がいいんじゃない、あの残しといた方がいいんじゃない。いや、うっさが、まあまあそうなんだけど、うっさが万が一負けたとき、万が一ないでしょ、ないの。うっさがね、おう、これはちょっと4代目今日動き悪いか、ちょっと離して、あんたまさか。いや、ハック君の着せ目が
プレッシャーのかけ方がうまいですね。うまいけど、あーっと取ってこられない。タイガーに奥攻め、まあ下に、まあ、体力はいいんだけど離されるのはきつい。チャーリー、さあ全部チャーリー、おーやる。4代目さん、今のそんなにエクサに出ないの？だと思うんですけどね。そんなにエクサに出ないの？まあキャミーチューブにいないとは。あー、小坂さんいる。小坂さんもいるし、沢田さんもいるし、いるな、いるな、たくさんいますよ。そうだな、やってますよ。わかんないけどやってるだろうね。まあでもね、まあでもね、やっぱ知らないキャミーね、技の振り方人によって。うわー、ワッパーカット打っちゃえべ。ついに怒りに任せて打ちましたね。いつまでも調子乗ってんじゃねえとよう打ったな。しかもリバサじゃなかったからな。さあ、今のかくって、今のかくってちょっと待って、ちょっと待って要するにバッテ、今のカプコンにお電話でしょ、完全に。カプコンにお電話バックジャンプしろと。あ、今のもあれそういう問題で、かくったかくったかくったでしょ、あれ前飛び、間に合わない。これ10-0だろ、どうなってんだこれ。おい、一本取ったから勝ちでいいだろ。ふざけんな、終わってるだろこれ。おい、いい加減にしろ。かくっちゃやべえだろ。垂直ジャンプしたら下タイヤがかくった剣かくった剣、もう下タイヤだけでいいじゃん。ねね前飛んでも間に合うし。そうどうすんだあれ、わかんねえ。ガイル、ガイル、ガイル、どうなのこれ。50歳 8.5、1.5、まあ、キャミよりマシ、キャミよりマシ。キャミも 8.5、1.5 だろ。 9.1？キャミが吸引つけていいんじゃない、下手したら。アップアカットダイ。さあ、ただ、ただ、漂う絶望感。なんもできる。5番でやっても、うまいんだけど、うまいんだけど。我慢はしてるが、あ、投げだ。いけない、いけないが。いや、今いけねえよ。おっと、おー、あと今だ。いや、今出さなかったらな、使ってたんだけどな。で、受け身ないから、投げて。投げて、みたいな。みたいな。惜しいな。さあ、あとピヨッチャやべえやろ。いってる、そう減った。もうこれ何もしなくていいじゃん。さあ、ちょっとヨン様も慎重に打ってますね。判定してくださいよ。泣けるスト2です、これが。もうエクスターズいいじゃないですか。そして大将エクコテエクスサガットという。まあこれもね、これも性能差が露骨に出ますけど、91ぐらいありますよね。 8.5？ どうなのよくわかんないけど。これだってエクスサガットは優れてる点って投げ受け身があることだけでしょ。そうね、スパコは当たらねえだろ。下体外どうやって当たるんだろうさ。間に合う。あれ、スタートが間に合わない。クソ減った。ああ出よ出よ、カフェスか。カフェス。さあ冷えてまいりました。垂直ジャンプ大キックも長いし、年の瀬ですね。小足であのタイガーとがめれってやばくない。いやだから人間性能の強いやつにね、このキャラ使わせるとやばいんだって。やばい。喋ることなくね。ねえ。喋ることないんだけど。同時気をしろと。うわ、間に合っちゃえねえだろ。あ、どうすんの。今の飛び蹴り間に合うのやべえだろ。確定。確定。あ、いやでもガードだから、ゼロ取ったら確定でしょ。はい、ということで勝ったのはファイアーグランドエアハード。続いて立川緑会とガムジャパ。ガムジャパ。で、反省会。反省会もらえれば。反省会と高輪ゲートウェイ勢はじゃんけんしといてください。あの X 普段はいいゲームなんですよ。あの大会はあの突き煮詰めたやばいところが出るだけで、普段はいいゲームですから。普段はいいゲームだからみんなやって。いやいや。
さあ確かに。そんなね、あの北斗みたいにガードしてるだけで死ぬゲームとかそんなんじゃねえからな、いいゲームのはずなんだ。はい、そんなサードみたいに全人類平等に択とかねえし。いやめくれられないキャラもいるから。さあ先方は、どっちがどっちだ、ワンピーがワン、あ、ミルキーだから 1P がガムジャバですね。 2P が立川緑会。さあミルキー対ミルキー対 DJ だから五郎さん、ガムジャパ、 1P 側はガムジャパ、ガムジャパ、 2P 側は、立川緑会、立川ミルキーペガ対五郎 DJ。 なるほど。さあミルキー、これもモア勢の生き残り、まあ、モア勢は比較的よく頑張って生き残ってますね。並木勢の方は生き残りが少ないです。モアってもう15年ぐらい前に潰れたよね。15年は行ってないか、2005年ぐらい。並木よりは後でしょ。並木よりは後、並木の方はなんかこれベガ結構勝ってるね、DJ さん。あ、タイラも結構まあまあ、ね、まあ最後ね、どっちか分からんとこまで行ったからね。つかむしろまくられた負けだったよね。あれだってベガ勝ったらヤバかったでしょ。まあ結構キャラ的にもね、俺が頑張れてカチューさんはおっかなみたいな、ね、味がだから4人抜きってのがあるんですよね、うちのチームは。まあダルシムが頑張れよって話だけど、まあ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 、うちもでもね、やっぱね、タイガー白石の2人は外怖くて、さあビヨってまだ死なないのが残儀。まあまあ落ちやだね。まあまあまあ、まあ、起き上がりはもう残儀立ち側でもいいんじゃないかっていう。まあさすがにここで下埋めるベガーはなかなかいないかなっていう、ね、まあでもね、あんだけまあ下入ったら死ぬからな、体力なければ。まあ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 、ところはありますが、あれ前歩きは正解だっけ。一応バックジャンプ1点読みならバニムラの方が場合が詰まるっていう話がするんですけど、あだからなんだっていう、だからなんだって話なんですけど。まあ安定コードだよね、出川は。いやもったいない。意外とでもしゃがんでる残儀に中段にするまでやるには相当ギリギリのタイミングが厳しいから、みんな割と甘めにやって、まあ、当たんなくてもいいやみたいなパターンが多いですね。まあ掴まれなければっていう、そうそうそう、当たれば結構ラッキーみたいな、うん、ノーリスクでダメージ与えられるしみたいな。さあ2人抜 き、まあ、割とねザンギーベガはベガ側もそんなに一体転ぶとはあれなんで、ね、楽じゃないんですけど。さあ緑海はガイル、カワガイル、カワガイル。さあ並木勢の生き残り、並木勢ですね、確かに。今関西でしょ、うん、大阪来たんだ。あ、帰省か、帰省か、まあ、帰省なのか分かんないですけど。サバ入ってめくりからしっかり投げて、投げられる、おっと対抗はしない、内返ししましたね今。投げて、まあ、大阪で川さんに会った時はびっくりしましたからね。まだ確かにまだ復活してくれたんだかと思って。ホンダが多いらしいじゃないですか。ホンダが多いらしいじゃない。ホンダ、ホンダ川さん、ホンダ使ったんでしょ。ホンダなんか違うキャラ使ってなかった。ああ、 S ホンダ使ってた。なるほど、めくり、さあ入って、もう一度行って、これしかだろう。あとこれ疲れたよね。さあソニックが正解ですね。ヤコは中3話も疲れるのかな。よくガードした。さあまたもっぺんめくりでガードするな。あれの振り目ガードは本当はかなり分かりづらいんですよね。さあうまくサマを釣っているが、ここでは打ってくれない。あいや、しかしあのマイジャンプしてソニック投げ負けか。あれうわ、投げが入る。よく投げた。ベガの最後などの投げって結構タイミング難しくない？結構ね、なんかたまに投げないときあるよね。あとダブル2の後とかさ。さあ、川さんが
粘って、バイパーさん、バイパーさん、ガムジャパ2人目、3人目対2人目ですね。そうですね。おっと、しかしさあ画面端一定位置まで来てしまった。こっからのミスはガイル終わりますが、今のアッパーは一本勝ちは美味しいですね。サーバーしっかり、サーバーチラインをちょっと上げる。さあこうなるとホークきついですね。いや前ともちょっと危なかったぞ。危なかったけど、まあ、ダブルもあるし、そう、まあまあ、おソニックサーバーイニシエのよく食べてる母さん、動きいいっすね。いいっすね。結構やってる。ね、最近まで忙しかったっぽいんだけど、なんか年末は少し時間ができたの。エンパラですか。エンパラとか、あ、どこにも来てくれたり。ほうほうほう。あ、サバ負ける場合、負ける場合があるんだよな。さあ、これはしっかりガードでできる。どっち抜く。あ、めっちゃ減ってる。いや、めっちゃ減ってる。中足読みですね。これはちょっとこれ中足触れないぞ。もう歩き台風も怖いという。あれはまあ頑張って前歩きストバットとかで、なんとかなんとかするしかないね。歩き中足とかね。ね。ちょ前歩きがたくかかるんだよね。おお、あれ当たるの？ちゃんとかくらせましたよ。あれこれここで当たるの分かるんだけど。あれならわかるけどね。一歩歩いてるぞ。あれスカルスカルとホーで終わるからな。ホーク戦慣れてんの？サーバーめくっと正面。いや、いやこれは無理しない無理しない。いやそうそう。あーっと、あんたまさか打っちゃうか今の。おお、早い。どうだこれ、ダブルで終わったら。さあトマホークはジャブで、多分お互い体力一緒かな、一緒に見える。おい、リードした。あ、まだ、いや、これガイルは1ドットあるでしょ。いや、フォークもある、同じに見える。さあ、えーっと、ガードしちゃやべえだろ。タッチコマ振っとけや。ジャブでいいって、ジャブで。まあ、タッチジャブ振って頂点過ぎたらバックジャンプだね。で、ダイパン置いとけばフォアも勝てるし。そうそうそう。だから今シャミガードして生きてれば半角が入って勝ちだと思ったんじゃない。あとこれ終わりじゃない。うわーし、まだ取っておいた。あー、ミスター。あー、何回打ってんだよ。まあまあそうだね。いや、4回ヘッド打ちましたよ。まあ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 。ヘッド打ちすぎ問題。これ負けた方すぐ試合ですか。負けた方すぐ試合ですね。ルーザーズできるんだよ。で、ルーザーズをシノホンダファンクラブ、シノホンダファンクラブ2番兄弟で待っててもらえますか。ああ、強気で掴んでいった。これはバイソン、まあさすがにね、こんだけリードされると辛いですね。まあ、ダッパで全部落ちるもんね。うんと、まあ基本的にやっぱりガイル戦みたいなのと同じでクレイジーで削られる体力になると思う。ほぼほぼ。おお、垂直にダッパは結構いいですよ。まあ、ですね。これあれやられるとフォーク側も地上から攻めるしかないから、どこのタイミングで上飛ぶかがやっぱり。そう、でもこういうのがあるから怖い。あとあのね、エスパー読みのね、トマホークね、ホーとか言ったらこれね、当たると死ぬか、当たると死ぬ。これはしっかり歌舞伎軍が仕事しましたね。さあガムジャパはあとトーコンさんと川シムじゃない、ダルシムじゃない、あー川シム、ダルシムチュンリー、ダルシムで、ダルシムですね。ダルシムなんだ。チュンリーじゃねえんだ。見えないもん。マイトビー。おっと、シュースラー。これはダルシムペースになりそう。さあ、裏回って。投げかな、今の。あー、これ結果で、あー、食らったの痛い。これ食らうとダルシムペース。これは、あとダイパー、立ちダイパー。ミスったか。さあ、まだゲージがたま、あっと、今のファイアーミスは。よく暴れるな、こう。いや、これまだ分かんないぞ。いや、全然分かんないけど、使ったけど、まあ、使ってもこれ。おー、タッチシューパー。あの場合は結構ね、前が離れた方がバイソンは有利な卓に持っていけると思うんだけどね。
溜まってると、まあ、まあでもどうせぶっぱクレイジー打てないだろうって手出されるとしんどい。さあこれはもうあれベッドガード刺さったんだ。さあのスパコンまで確定してんだよなあれやばいよね。さあ何もできない。ちょっと前歩いてるからあれ弱ハイヤーでも多分無理だから前歩いてるってことは中盤は入ると思うんだ。さあ離した開幕。さあ開幕のあーミスった。ミスった。あこれは踏んだのはまずい。あっとなんだそりゃ投げピヨルよ。さあだいぶゲージが稼い。あー安い、まあ、安い安い安い。あ、まあ、ちょっと痛い。2回当たったかな。ゲージ無理やり食べるかどうか。あー無理やり無理や。あー無体育割れてないぞ。いやどうだ行くか投げてどっち。いやよくやした今度チャレンジ。あーっと大パンチ。ちょっとじっくりいけんかったか。まああれクレイジーもあるからね。そうなんだよね。クレイジーが出ないか。まあ、バレたい溜まってないんだけど、うん、ちょっと待ってでしょ。手のもあるからで中足とかもあるし誰しも暴れたいんだよな。ファイヤーも打てんし。まあでは東光さんがやってくれるでしょ。さあ西荻ジュンリーおじさん大将。大将不安要素あり。いやいやまあまあまあ大将。大将いや大将大将そうだっけ。大将だから今回はそうだね大将大将。さあ準備おじさん頑張ってる。 おじさん結構リード。ただ倍速こっから分かった。ああ投げ返した。ナイス投げ返し。よく投げました。あれよく、まあ、ヘッド怖いんでね。まあ出玉もあるし、まあ、ただまああれだけ体力あればというところ。さあガードさせて有利。あとあったか。逆列がねマジ強いんですよこれ。あれ運だからね。逃げた。いやこれちょっとあーガムんなかった。ガムんなかった。勝ったのはガムシャラジャパ。続いて反省会と高輪ゲートウェイ勢、で負けた緑会は、2兄弟で待っててもらえれば。そして、西瀬川後援会自腹切らせたいと西船橋シーパラダイスはじゃんけんしといてください。じゃんけんお願いします。その次が、その次はうち試合です、はい、はい、さあ 1P2P 決まってるんじゃないですか。始まります。1P 側が 1P 側が、反省会かな。 1P 側反省会ですよね。 2P 側が、高輪かな。高輪先方は ベイロンサガット。ベイロンサガット、TPO ベイロンとムナリ、ムナリサガット。これは結構いい勝負なんじゃないかな。まあ一発のウェイロンと、まあ鳥顔のサガットと、まあこんな感じですね。おっと、持続加点。アッパーを出て出る。飛び込みから、ナイスガード。タイガーニが当たって、タイガーニが減るんですよ。ダイバーン。しっかり、あれはガードしとかないと。まずですね、TPO フェイロンはシンガポールの、プレイヤーですね。ナンバー2ぐらいらしいっす。相当うまいと。さあ3段入って。さあ持続当てがうまいぞ。さあ林で転ばせるが甘いタイガーには支援。うまいですね前歩き支援は。4振りかかるんですけど前入れ、後ろ入れ下左下なんで相当コマンドがめんどくさいんですけど、うまく決めてきますね。おっと、ごちゃったが、しっかりガード、上、おっと、画面端、ちょっと早かった、
まあ、置き攻めがやっぱり、アントビがないんで、サガットの、アッパーカット発生して打ち触れなんで、重ねがねうまくできないんですよね。なんか1振れ発生は、なんだ2分の1でガードできないんだっけ。だからアントビしてもガードできないパターンがあるっていう。そうですね、まあ密着でもガードできなかったりする。あの竜の S 竜の空達とか、ね、あですかね。さあ友座ベガですか。友座ベガも相当やってますが、ムナリさんうまいな。今下がってる機械も結構いろいろいますね。 X 下がっても、そうですね、ややと結構ベガ下がった印象らしいっすね。まあ下がったと思うんだけど、あ、ベガだと思うんだけどな、さすがに。思うんだけどね、よくわかんないっす。あの多分下がった側のスキルが相当必要なんじゃないかな。いろいろできるようになると、ベガ側も厳しいっていうか、はい、タイラのベガが一時期です。あのサガットを詰ませてましたね。あ、なんかでもややさんとはやっぱいい勝負になるみたいなこと言ってた、聞いた覚えがあります。その後かな、最初の頃は結構詰ませてたらしいけど、おっとこれはかなりサガット、あっと出ないが、対空が難しいんだよね。あのベガはふわっとしてるんで投げて、めくりはアッパ、おー打つ、打った、うわー上り、あーガードかくった、かくったね。かくってなくても多分ガードで、バックジャンプしたくなるんじゃないやこ、あーね、ライトメアは多分発生しないからね。コスリとかやってて食らったみたいな。大キックの時ワンチャン勝ちそうだな。これはでかいっすよ、ムナーリ2人抜き。あとトモと、中村さん、トモトモトリューション、まあ、竜出すしかねえわな。サガットブランカもいけんの、いけないか、きついと思うよ。サガット側がちゃんとやったら無理っぽい。トモリューは半年ぐらい前までアメリカにいたんですけど、最近帰国して割と近くに住んでるらしいですが、まあ忙しいらしいんでね、あんまりまあできないみたいな、シーンには来ないですけど、とはいえアメリカイコールよりかやれてるじゃないですか。さあこれは一発ヒットで済む、そう、これでまあとりあえず体力リードしとけみたいな。で、竜巻で溜めると、安全で溜めると、さあ無理はする必要ないと。定期的な支払いではリードの方は得していると。そうね、これはもう完全にルール有利で組み合わせもう行くしかねえよ。あとこの台足は痛いぞ。そうだ、あーっと、あー、いやー、台足はうまく釣ったんだけどね。シンク打つと見せかけて他の行動やったんですけど、うまくちゃんとガードしましたね。暴れなかったね、まあ、投げもあったから。さあ、ムナーリさん非常に冷静、地味にあのダメージを積み出さないといけないから、サガットは結構大変だと思う。まあ、ダルシムと同じような感じのキャラクターでは、キャラが弱い番ですから、介護官みたいな。ダルシムは上位互換すぎるからな。飛んだ。ちょっとさすがにキャンセル波動は抜けられるから。ちょっと待って、あ、抜けられるのかな。まあ繋がってなきゃ抜けられるけど、ただリバーサル出るじゃ抜けないから難しいですよ。そうそう、これね。これうまいんだよな。これはきついぞ。あ、うまい。あー、時間がボッシャガで OK。 さあ、中村さんブラカ、中村きついっすね。まあ、中村さんも相当、まあ、ただ4立てしないといけないでしょ。4立てで相手が、相手が、フェイロン兼サガットザンギ。まあでも全然いけるな。まあまあ、なくはない。全然いけるな。多分サガットが一番きつい、一番きついね。あとフェイロンか。まあフェイロンも確かに。ザンギとケイはとはいえそんなに簡単じゃないですよ、サガット側は。多分もちろんね、飛びが入ると終わるし、だから格子をうまくね使って近づかせないみたいな、こういう感じでね、まとまり使えちゃうとしんどいんで。今飛べんの。いや、今のも多分引き付けアッパーが2つやれば落ちる。あー、でも結構やりづらいよね、まあ、座高高いから。どのタイミング、意表を使えたタイミングで飛ばれると引き付けアッパーはむずいと思います。確かに
早出しは負けるもんな。そうなんですよ、コマンド的に先に引っかかっちゃうんだよ、出る前にね。まあだから中アパがね、相打ちでもいいっつって早出しでね、うん、負けはしない。いやこれはちょっとブランクきついぞ。いやー、ムナーリさんもおーっと、うまい中足前捨て、そこしかないと、そこしかないとですね。まあ、サガット側がね、ちょっとね、近寄られたくないんで、なんか技振ってるからそれを潰して、みたいな。さあ、ショー、スカッシュオーローリング神大ローリング期待値食らえば、あれ、技決まらないの。決まるよね、サタイが。あ、ピョッチラ見えだろ。安いというか自爆、選択ミスったか。投げたけど、これはさすがに、これはた多分スパコン貯めて削りで、これどうだったっけ、サガットって覚えてねえな。タイガー見てからやれば投げ以外は。いやでもね、楽じゃん。これはさすがに前飛んだ、いかんぞこれ。おー、やーる、できる。今の下グラウンド難しいな。下グラウンドも出さ出されるときついし、何が正解なんだろうね。まあ、下タイガータイガーじゃない、下タイガータイガーじゃない、様子見で光ったら下タイガー打つみたいな。あ、まあ、タイガーは置いといていいと思うよ。抜けられたら大変ですよ。あー、だからもっぺん打つとか、もういっぺん打てないでしょ、あの場合だと。あー、まあ、確かに近かったからね。近かった。じゃあ、まあ、バックジャンプか。バックジャンプだね。バックジャンプタッチショーキックとか振っとけばローリングも潰せるし。まあそうかもね。うーん、だね、ここは正解難しかったと思う。バックジャンプに多分バーチカルは間に合わないと思うんだ。さすがに転んでるから。ザンギー、ちょっとザンギーを挟んでみるかという感じですか。あと3人ですかね。フェイロンを後に持っていく感じですか。よくでも、まあ茨城さんのスパコン出したやつ、確かに使って、あと2回難しいからね、あれ難しい。ガチャガチャガチャって感じでしょ。まあガチャガチャで出るから、ためはまだ、ため系はまだ比較的出るんだけど、インフェルノとか一緒出ねえもん。出ないね。いや、そもそもリバーサル出ないからね。さあ、急に生き生きしだした中ムーブ、なんかお手劇やるなぁ。お、なんかもうアップされてますよ、動画が。やるね、クラッチエンドとか言って、サイレントスコープ頑張ってくれてますよ。グッジョブ、サイレントスコープ。あと、噛んだ今の心の隙間だね。どうせ神に来ないんでしょみたいなところを、あえて大会一発だからと突っ込んじゃいねえだろ。相打ちうまい。さあ、しっかりガードガードさせて、ずっと削り。ザンギーはまあ作りでこれ多分知らないよね。きつい。あー、まあ飛びしかないかなってところに置いとくと。天球 KKY って方で、まあまあさっきね、これでケンとフェイロン、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 どこで出すかだよね。あ、ケンを先に出して、うん、という手はある。ある。ただフェイロンもケンも思いっきり来たいから、まあ対象って感じじゃないんだよね。まあ、のびのび先にフェイロンかなって感じかですね。まあフェイロンと言われてますけど、まあ、これもそんなに簡単ではない。さあ、バックステップに追っかけ、レッカー、クロスか、クロス。おっと、これは大パン打たい。あと、これは感覚は出なかったか。さあ、クロスが冷静に握手モードでいけるか。おっと、あとこのレッグはちょっと急ぎすぎだな。あー、大スクラウンドいかん、惜しい、入る。これは美味しい。 なんだ、投げに行ったのか今。投げですね。おーおーおー、中盤で。あー、あ、これ分かんないぞ。中村さんが根性値あるか。うわぁ、深淵が暴れ、暴れが強い。しかもね、中村さん台足打ってるから、神には行ってないんだよね。そうなんだよね。ただね、ブラックの台足は性能が悪いんですわ。念願にならないんですわ。さあ、こいつ支援打つぞという感じなので、支援誘いに変えましたね。変えましたね。まあ、クロスは割と支援打つと一生打ってんじゃねえか、まあ、一生こすってんじゃねえか。それでもね、強いんだよ。あんまりいいオチが入ってないんだわ。確かに。え、あっと当たった。あー、今のはちょっと歩いて5段、4段か入った。まあ、レッカ3段でもね、全然良かったけど、まあね、中村さん助かった形。お、よく当たした。
ガードしたけど何も入ってない。でっかい、シエ一生こすってるだけじゃねえかよ。あいち、これはさすがにドローでしょ。これは仕留め損ねたね、クロス。真剣で勝ちの場面あったよ。あ、でも一応リバーサスパも。お大キック追っかけた。微妙だったけどな。さすがにシエ打ちすぎながらバレてるぞ。ただこれは、あ、上でない。シエ一生こすってんだけど。あ、なぜしゃがみ重ねちゃえばいいの。さすがに終わり、さすがに終わり。さあ、4ラウンド目。さあ、見てる人もなんかハテナハテナが出てますが、ファイナルラウンド。あ、シエ強いけどね、さすがにね。使いながらブランドに妙な苦手意識があるというか。なるほど。ちょっと詰め切れてないところがあるような気がするんですけどね。あ、強キャラで務めるっていうのは結構精神的にね。だからフェイロンってやっぱその一生シエ擦ってるじゃねえか。有利対戦が少ないから、普段は崩そうだから、あ、なるほどね、っていうところはあるんだろう。トビーが落ちないと大キックでいいと思うんだけど、どうなの。あー、なぜ暴れるとこ。あー、これはきつい。ダシ資源だったね、しかもダシ。あー、これは最後カメよね。あれだけさすがに透かしてたら資源こすれねえよな。大将大将、これ分からんぞ。剣でしょ、きついよね、流れ的に。流れ的にはきついね。中村さんだしね。中村さん、いろいろポイントもあるしな。あー、なるほど。まあそうだね、まあそういうもんだよ。大キックでいいと思うんだけど、ガチ大キックね。まあちょっとよくわかんないけど、うん、なんかあの声もガチ大キックタイプうまいっすよ。 あと登り大キックとかシーンじゃなくてもいいんだよ。でも剣がリードしてる。わぁ、小田さんの剣ですね。これでもブランカステージってことでちょっと、いやだからブランカのね、というかちょっともう最後まで来たんで欲ってわけじゃないけど、逆にプレッシャーかかってきた。血が疲れてね、うん、あと一人で。しかも剣ってそんなに悪い相手じゃないじゃん、ブランカからした。ただ逆になんだろう、ネタ殺しはできないよね。うーん、まあまあまあ、ねじり合いって感じだよね。だから剣が、小田さんもうまく立ち回ってるよね。そう、あの、釣りコードみたいなのに釣られてないから。おお、よく外した。大パン、あれ、決めないと。おー、うまい、しっかり今のうまいな。隠らせた。あとは3ターンもらわなきゃというところ。うわー、波動が置いてある。うまい、大パンヒット。これは完封できる。反省会だったのは高輪ゲートウェイ勢。反省会はそのまま2強体で待っててもらえれば多分試合があると思うんで。さあ、西瀬が講演会対自腹切らせ隊で、その次がめくり対ヒデとアッコ、ジャッケン。そうですね、じゃんけんお願いします。ヒデとアッコにお任せとめくり晩餐会はじゃんけん。ちょっとおしっこ行ってくれ。はい、まあやっぱりね、これルーザーズに落ちるときついんでね、なるべくウィナーズで上まで上がっておきたいというのが予選の本音。ヒデとアッコにお任せ。あ、はい、ちょっと今ジャイさんと KKY さん席外したんで、紫と
松で喋ります。はい、はい、画面は、反省会対、ゲートウェイですね。あ、ごめんなさい、すいませんすいません、ごめんなさい、間違いです。次はじゃない、この体育倉庫ってじゃん、それ輪掛け、お前どうじゃん、違います違います、あ、画面は C か、 C です、 C です、失礼、はい、西瀬賀公園会、自腹切らす際と西船橋パラダイスかな、 C ですね、はい、で佐賀と大さんですね、もみおですね、はい、もみおと、これは万学だね、あ、そうですね、はい、いや圧殺ですな、さあファーストアタックはしっかり取った、しっかり取りましたね、おいいね、今うまい、いい足払いですね、今のとこ下がっと、下がっとリードしてますからね、下がっと一生無言だけど下がっとすると基本的にあのタイガーっていう、はいはいはい、いうイメージだね、あ、えあ、ちょっともみをあれですね、動揺してますね、そうですね、あのね、やっぱ女性プレイヤーを相手にしたらね、いや、まあ目い本気で殺した方がいいでしょう、本気で殺した方がいい、いやね、なんだろうね、あ、相手、あ、お、スティーブン、スティーブン、あ、うん、あ、スティーブン、ありがとう、サンキュー、スティーブンって言っちゃまずいのか、本名じゃない、あ、すいません、サイレントスコープ、サイレントスコープありがとう、はい、さあ、キャミン、さあ、次がヘビメタコ、ヘビメタコキャミン、キャミンですね、これね、キャミー側がね、はい、我慢、我慢、はいはいはい、まあ、基本的に残儀が行かなきゃいけない状況で、キャミーはひたすら我慢なんですけど、はいはいはい、でキャミーが先に行っちゃうと、まあ、こうなります、ね、ああ、はい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 、基本的に残儀が地上戦で振る技が多周キック大攻撃、大足じゃない、あ、なるほど、大攻撃ばかりなので、キャミー側が基本的に中足じゃないですか、ダメージ効率見合ってないので、はいはいはい、相打ちとかでも痛いので、できればその残儀が、はいはいはい、甘い技とか空振りだったりとか、甘い踏み込みにしっかり差し込んでいきたい、あっ、さあ、まあ、この飛びを落としたいですよ ね、 そうね、絶対に、さあ、フォーが通る、フォー通った、あ、アフロからもコメント来てますね、あ、ほんとだ、小田君の剣は上手かったね、そうですね、さあ返して、さあ刺さって、ちょっとキャミが苦しい、まだ全然、まあ、これでこうなった時に、ね、残機に当たるときついな、キャミ、ああ、なるほどなるほど、何もしてくれないみたいな、はい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 、さあキャラクターの一応の相性を覆してもみおが勝利、はい、さあ次が、次があそこブランカとね、あと誰がいたんだっけな、ブランカとザンギだった気がするな、そうですね、ブランカとザンギ、さあマサオブランカ、まあ、これはブランカ勝ちたいですからね、確かに、さあスクリュー入って、スクリュー入って、さあもう一発押し切りますよね、おお、お、なんだ今、これはまあ行くしかないですかね、ブランカ、もうそうですね、あ、ブランカがやることがない、ローリングを匂わしてザンギ側にしゃがみショーパンチをちょこ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 振ってもらうようになると、足払いだったりとか、あの、間合いというか角度によっては飛び込み側が走れるので、お、ガードですね、まあしょうがないですね、今体力は、さあ、クライスクリュー、クライスクリュー、さあ、パニックアウト、あのスクリュー結構きついみたいな、そうですね、さあ、ピョンからのモンデー、モンデー、
さあ大将がシマチョ、さあ上上でピュアサイド第1位、はいはいはい、垂直大キック、圧殺ですね。さあアフロレンジェンのシック、さあおダブラリダブラリ返して、また同じダブラリ、お互いダブラリ同じ、飛び込み通して、おっ、このジャックつける、いいスキルですね、いいスキルですね。さあザンギエフが重力を無視して飛びます、さあ来たー、やると思いましたね今、じゃあ今ジャンプ中かな、そうですね、今あの話で話ですね、拾いましたね、はい、さあ勝ったのは西船橋、シーパラですね。続いてがヒデとアッコにお任せ、ユーズル、アッコ、ヒデ、シュウ対めくり晩餐会、森、ハジ、カチュウ、ダルシム、TKY、いやまあキャラだけで見たらどうなんでしょうね、まあ、めくり晩餐会なのかなですかね、まあ大きい差はないですよね確かに、はい、ホンダはメインやけど、なんか本当はホンダメインやけど、さあ始まります。さあめくり晩餐会2対ヒデとアッコにお任せ、さあ開幕スト2の最終形態が始まりますよ。 X-Men です、 X-Men ですね。さあエイリアルレイブやりまくりますからね。個人的にはね、やっぱりめくり晩餐会を応援したいです、僕は。さあ、渦中の持ってるアドマンチームの爪が、いや、ウルバリンですね、ウルバリン。さあ、イクロ触って、いやね、これね、ジャイアンさんがアニコレでうんぬん、はい、新しいの新規勢来てくれたらなっていうので、はいはい、いやこれはねいい動画ですな。なあいい動画ですね。この組み合わせはまずいですな。まずいですな。これははいはいはい。何でしょうね。なんと表現していいやら。はいはい、しかしほんまねめくり晩餐会は大阪チームなんでね。まあ同僚なんで僕の。さあバルログ。これはシュウ君かな。シュウですね。シュウさんですね。シュウ君は大会ではバルログを殺すことが結構多いですからね。はいはいはい。さあ上から投げられて、投げられて、さあ刺った、あー返された。さあ今昇竜だったね。あ、じゃあ波動でしたね。昇竜、ある昇竜さんっぽいけど、はい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 、さあ一気に追いつかれて、でもこっからでも全然まだバルログ側もね、そんなこの体力一撃で殺すのは結構大変なので、はい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 、さあバッテン逃げて、バルセロナ行くの？バルセロナ行きましたね。行くの？びっくりした。反応しましたけどね。いやバックジャンプ大キックだったね。X はほら XK 後ろに反転薄いから、今垂直小キックだったらまだ。ああなるほどなるほど。でしたね、はいはいはい。今のはちょっと判断ミス。はいはい。もしかしたら垂直大でも勝ってたかもね。うん、さあ今のちょっと勝ち試合を落としたシュウ君ですが。さあバルセロナ、さあいい加減なめんなよと、なめんな、そうですね今のは中盤に2回こすった。さあ大パンチ、さあカラジャンプはバレていて、俺はバレましたね。やべやべやべ、ピヨった、さあ来た、歩き投げでしたね今。今中足中足中爪の後は上り中爪、うん、で中攻撃4回食らったのに頑張りましたね結構ね。そうですね。
さあバドグ相手に、まあ、そうですね、剣こうやって仮面になってハードを打つか打たないかぐらいしかないんですよね、はいはいはい。さあとりあえず陣地は取り返したけど、取り返したところでバドグはいつでも純逆で時代の術があるから左右も入れ替わっちゃうし、おっと当たったが暴れ暴れ、あー痛い。さあ残り15秒、お潰した、潰した、あチューチューチュー、あーさあ渦中がさあ2人抜き、途中何回かおお何だそのバルさんやっちゃえべえだろみたいなってましたけど、しっかり勝ちました。次はさあどうするか、ゆーずるの DJ ですね、まあ行くしかないですよね。そうですね、ここ止めるのはもう DJ ですよね。まあ、チーム名としてはそのシゲとアッコにお任せの、そのうちのアッコが死んでしまいましたから、うん、さあローリングイズナでこんなに減った、お欲張ったね、欲張りましたね。エアスラで割り込んで、意外とカジューさんがね、え、そこバルセロナやってくれちゃうの的な感じの、確かにバルセロナが多いのでちょっと混乱しますね、はいはい。さあ1本取り返して、しかもど壁、あの背中向きバルセロナじゃなくて前向きのこっちに来るバルセロナなので結構面倒くさいですよ。投げてズーズーしく一気にズーズーしく行きましたね。さあ3人抜き、さあヒデですね次は。まあむしろそれが大人ですよ。大人の一つです、はいはいはい。クレイジーゲームって書かれてますね。まあな、この辺は、まあ、去年ほぼほぼ全キャラ行かれてるから、ね、さあお釣り合い出る、ちょっと群を抜いてこのミュータントが行かれてるだけで、はいはいはい、他のキャラクターもあのボクシングのとか、この中国娘とかも結構行かれてるので、はい、確かにあんまね今更ですな。さあ青年離して、さあヒデどっかりナイスどっかり、おスラギマジで、あー来た、今のうめえな、はい、うまいっていうか運がなかったら100列ちょうどやめたとこすら来たね。さあバルセロナ相打ち行ったから上から、さあ毎度毎度思うんですけれど、僕はねヒデ君はまだ大将は厳しいと思ってるんですよね。なるほど、もっとね率先して自分から先行きますみたいな感じでいいと思うんですけど、はいはい、DJ と剣と言って、はい、あバルグに行くのってチュンリーじゃない、あーはいはいはい、あーさっきバルーがやられた時にですか、そうそうそう、はい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 、腰腰、さあおーさあバチンと垂直大パンチですか、まあ、あの技もすごい強いんですよね、あの垂直大パンチはすごい強いね、かなり後出しでも強いから、さあイクロクラッドダウンして、さあスピバレ逃げる、乗っかった、おーよく出したデラオ、あーあー素晴らしい、死んじゃう、大パンチですよね、おっとっとっと、おおおスピバ投げられた、スピバ投げられましたね。さあということでカチューが4立てですね、4立てで終了と、はい、いやまあ今のは若干ジャパンヒデとアッコにお任せ側 の, その作戦ミス感があるんじゃないかなと、なぜめくりの方かあっちダルシムいるのでバルログ取っとくのは必須、まあ、必須だと思うんですよね、はい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 、でだどのキャラクターも相手チームは非常に強いキャラクターだったので、はいはいはい、でだったら誰が来るか分かんない的な感じなので、はい、逆にまんべんなくオールラウンダーでいける DJ もしくはチュンリーが先方、
一択だったと思うんですけども、はいはいはい、いやねもったいなかったですね、はいはいはい、非常に全然順番を次第でいける組み合わせとかプレイヤーだったと思うので、いや非常に残念ですね、はい、まあね、紫さんはあれじゃないですか、あの関東側ですけど、一応僕関東の人間なので、あできればね、あのこちら頑張ってほしいところあったので、はい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 、はい、じゃあすみません、出番なんでいきます、はい、じゃあ経験丸さんお願いします。はい、頑張ってください。いやーねー、うん、さあだいぶ大会も、半ばぐらいまで来たイメージですかね。今から始まるのが、今から始まるのは体育倉庫と輪影ミリオンゴッズ。ああ、ここはここもいい勝負ですね、非常に。8キャラいて玉持ちが2人、キャラ的には上の体育倉庫がまあアドバンテージあるかなというところ。いやーそうね、あの S フォークの存在がでかいね、S フォークを、まあ、ベガとホンダでなんとか頑張れればなーっていうところでありますが、非常にどうなんでしょうね。クレクールクールワン、ワン、お口の喉痛用的な感じかな。俺はいいね、まあ、どうしても空気悪くなりがちですからね。そうね、うん、タバコ吸いながら言うことじゃない。確かに。まずそれをやめろと。俺ね、あの COPD とかいうやつ、あの肺の病気のあれっぽいんだよね、なんかね。あ、そうなの。どういうやつ。なんかね、あのホコリとか、うん、あの手のになんかね、あの弱いらしい。過剰反応しちゃうみたいな。そう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 。今のところタバコなんかしちゃダメじゃないですか。いやいやいや、タバコ、僕タバコと酸素2分の1ですから。マジか。半々。さあコメントで突っ込まれてますが、今のところエアーです。エアーですやん。これ誰だろうね。僕もエアーなんですけど。確かに。まあエアーで済むに越したことはないですから。いやね、これなんだ、何錠ずつの勝手に人の癖のもってしてんだけど。はい、お願いします。1回1錠。さあ、1P が焼き鳥ホーク、はい、だ 1P 側がトンタンギですね。あ、違うか、ごめん。トンタンギホークと草チュンリーですね。ごめんなさい。だから、1P 側が輪影ミリオンゴッズ、 2P 側が大気倉庫ということです。あ、いきなりあれですね、苦手の 2P 側に回されちゃいましたね、トンタンギは。さあ、しっかりテンション。これはが、あわ、おぉ、あぁ、仕留め損なったぞ、これ。大丈夫、あ、大丈夫だった。なんかこれ、よっくんかな、わかんない。誰だこれ。あぁ、わかった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 。言っていいんかな、言っていいのかなっていう。多分、ダルシム使いです。あー、あー、はい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 、あー、お疲れ様です。なんで来てくんなかったんですか。なんで来てくんなかったんですか。あーっと回されて、ルーザーは録画残りますか。ね、別の配信機材で永田正月さんが撮っててくれてるので、多分後からちゃんと上がるんじゃないかなと思われです。さあ、潰して、そのまま台風。おー、くぐった。これは一体ピオラなくてよかった。が、まあ出すよね。あー、今ちょっとあれですね、トンタンギは色気出しましたね。なんかダブル台風かなんか、多分通常
刻んで話が一番いいでしょうが、さあ時報はどうするのか。さあ残ってるのがとベガ、ホンダ、ザンギと。ベガ、ホンダ、ザンギ。ホンダかな。ホンダなんとかね。いやでもこれも正直圧倒的に中堅じゃないですか。でもね、楠本さんは結構ね、おとついにもちょこちょこ勝ってたんですよ。殺し方知ってますね。あ、お疲れ様です。なんでしょうね、僕自身が龍拳使いだからなのかもしれないですけど、はい、いい加減なの、ホンダというキャラクターに夢見るのはやめた方がいいと思うんですよ。このキャラクターは夢ない、超えられない壁が高すぎる。あ、まあ、ただやっぱ期待値が多いキャラなんで、ダルシムとか殺せるじゃないですか。あ、龍拳 DJ にはきつそうなガードガイとかね、そういうのはきついと思うんですけど。さあ、さあ暴れて、いいですね、これはか、あお、うんうん、ちゃんとかす、ね、そりゃそうですね。あ、来た、粒、粒、粒、あー、あれですよ、ウルツの、ウルツの方ですね、ですよね。さあ、こう2ラウンド目はアクスボンドが、さあ、100です、100です、うまく画面端に追い込んで死んだか、さすがに。おお、背中蹴りうまい。しかし、さすがに体力差が、まあこれはさすがなんですよ、鬼無双もあるんで、うん、これはぶっぱなしの戦列さえ食らわなければ。あ、普通これ、どうせもう気候拳打つか打たないふりしてどこどこ歩いてくるかだけだから、鬼無双をチャージして待ってりゃいいんじゃないですか。そう、コパー冷静ですね。さあ、ラウンドしてどっちも勝ちたい。でも勝ちたい度合いとしては多分草原さんの方が高いと思うんですよね。高いっすね。やはりチュンリーというキャラクターをね、のさばらしたままザンギとベガはきついっすよ、さすがに。なのでが、が、うー、無情にもキャラ差が、これはどうするんだ。もう歩き、もうどうしても鬼武装をためて、罪ですね、ちゃんとやれば、ちゃんとやれば、ちゃんとやれば強剣打って、そうですね、ですね、まあ、最悪飛ば、まあ、歩き機構で飛んだら戦列ってやって、画面始まって押せば終わり、まあ、そこまでやんなくてもまあほぼ終わりですけど。さあ草がきっちりキャラ差、さあ紫から行くのか、グンゼから行くのか。紫からじゃねえかな。いや俺グンゼのような気がするんだ。どうだろうね、グッゼでしょ、うん、グッゼね、相当チュニ戦はやっているからね。おとちも勝つの大変そうだからね、見てると。ただそれはおとちの癖も知っているというところもあるんで、まあそうですね、この草グッゼどうなのかという。さあチュニ今の痛えな、回し蹴りはちょっと読んでなかったですね。チュンリーのあのさ、ダジダイキックは割とさ、フリードクっていうかさ、まあまあ、おっと、しっかり1点読みの押し置きはしたが、こっからなんですよね。まあね、スクリューで1回終わっちゃうから、ね、チュンリーがも全然気にして、今のって、まあ、歩き飛行戦列で終わったっぽい気はするけど、ちょっといろいろ考えて一瞬ためがなくなったから、まあ押し返しでいいやってことじゃないですか。まあ安全策でいいと思いますよ。それからですかね、そのリバーサーケーラリだったらみたいな感じでビビっちゃった。さあ硬いですね、さ立ち回りが。確かに。なんかここ1年の草くんの大会の動画やら何やらその結果の中でも一番手堅いというか。いや本当いい動きしてると思います、うん、今とこ。まあこれも食らってもね、別に。もう別に。今みたいな、ね、消費税で割り切れるので、ね、うまいな今の。いや、うーん、いいですね、しっかり食らわないところで。さあ軍勢もきつい。さあでも画面足は近い、ダイヤ刺されば、うわ、あーマジか、やっちゃっただけど、
まだもう1ラウンドあるんで、強いキャラ使いはここで立て直すのは、そうですね、で、まあ、今の次のラウンドできないといけないですよ。次のラウンド引っ張らなければということですね。そういやー、今天使を打っちゃったね。確かにそうですね、今の頭突きは本当真の最大でしたから、それしかないってやつだよね。さあ、しっかり頑張った、よく引きつけた、引きつけましたね。今の引きつけはかなり偉いね。うわあ、まあダブライ出なくてよかったですが、さあ行かなきゃいけないとなるとプレッシャーが、まあでも体力勝ってんのが一応、まあうまい。さあ今のはちょっと痛い、あーっとミスった、ダブラリミスですかね。これが最後残念あるんですやっぱり。さあまあ卒の中で一番難しいコマンですからね、ダブラリはね。そうですね、話に反応しておりませんので、そう他のね3つ同時押しは話に反応してるのね。さあ紫が、紫はここのところね、そう逆立て、こいつ逆立ての本当王様だからね。まあ S3 の活躍は記憶に新しいところですが、あれはあれは優勝者紫だから。そうだね。あ、さあ同じチームメイトの人がいた。紫さんのエアチームメイトが、エアかよ。さあなんか1ラウンド目なぜか当たりましたね、圧倒して取りましたが、そう背中蹴り、背中蹴りが逃げて最後クラッシャー、おーおーおー、よくわからんか、うまい。しかし草が、おお、百裂百裂、やめないね百裂で。今日の草くんは結構あれですね、今日4打で多いっすね、割となんか、まあ今な、今回なるかはわかんないですけど、いいす、ね、さあ押して、さあうまい、ショーパン投げ、おやる、投げ返し、これはうまいな、今のジャンプ先にうまいな、変なのには付き合わない、いいです。そう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 。さあゲージが溜まったのは紫、ビッタ、ビッタダブルに読みで、あーこれは、あー今のホバー良いんだな、多分ね、ホバー見てテンション狙ったんだと思う、うんうん。さあでも村、ここまで草大変仕事しました。そうですね、でかいですよ。残るはシャルバイソン、焼き鳥エースホーク、天長竜、きついね、きついな、きついね、ベガーできついのばっかだよ。さあやはり焼き鳥エースホークなのか、これもエストで超いい勝負だった組み合わせですね。そうね、最後ね、紫がすげえ冷静に中足立ち合いキック、あれ印象残ったね、はい、ようあそこで打ったよ。焼き鳥はリベンジマッチですね、これ。そうですね、じりじりしている。さあまだファーストヒットが狙い、硬い硬い、お互い、おー当たって死んじゃう、死んじゃう、お疲れお疲れ、終わった、はいはいはい、お疲れ、ゲージもないし、はいはい、はい、あ、逃がした、だが、あまだあんのか、これから、こっから、まあ、こっから無理だろ、ペチッと、逆はまだワンチャン溜まってなきゃあるけど、さあしかし2ラウンド目はファーストヒット、目が取った、これはアドバンテージを握りましたよ。さあ大キング、僕下がってますね。でもね、ホーク側ね、あれね、全然体力8割まで痛くないんで、まあそうですよね。しかしかし、だいぶ差がついた、いや全然痛くないですよ、ホークさん、まあ、残り時間の方は気になりますよね。そうですね、ロキソニン決まってますから、ホークさん行って、それは痛い、これは、あーこれきつい、ナイトメアだな、まあ、ガードして死んじゃうからね、これね、しょうがない、目はガードできる体力があったら全然指がある。フォークはね。さあ3ラウンド目、怖いなぁ、ほんとな、さあミドル、それでもう、さあ画面が逃げた、ナイス逃げですね。さあ怖い怖い爆弾解体作業、
さあ一応ホークが1ドット削られている状況。あー死んだのか。うわ逃がさんよと。終わった。まあしょうがないですね。いやということで勝ったのは、まあ、体育倉庫。きついね。次が3セーブ特戦隊と、ザ・カーニバル。いやまあ、倉庫はね、本当よく話に上らないだけでかなり強キャラですからね。相当強いですよ、あのキャラ。なんし、俺、僕の中で X ホークですらぶっちゃけ全キャラ5分だと思うんですよ。触れるか触れないかで。で、ホーク、S ホークはほぼほぼのキャラクター相手に 5.5 触れるか触れないかプラスアルファちょっと判定の強さあるみたいなね。そう、全キャラ相手に夢がある。まあ、苦手キャラっていう苦手キャラってだってもうキャミー DJ もう微妙なのかな。あまあでもよく大会とかでよく DJ 殺してるイメージありますけど、うん、そうね。ホンダもそこまでじゃないしね。そうあのねあのしゃがみ塩パンチのやっぱ判定が ねだいぶ違います。やっぱ X とは全然違うので S 龍拳がやばいんじゃない。割とそうでもねえかな。龍拳は変わんないんじゃないかな、うん。さあいやとね、まだあれですよ、これ何だっけっけ、ダブルイルミネーションなんでまだまだあります。まだ消えてないんですよ。消えかかってあります。ただルーザーズの試合は映らないんで人知れず消えてる可能性があります。のルーザーズの試合は後からなんだっけ、なんか YouTube かなんかで長田正月さんが上げるはずなので、なんですね、今半透明です。半透明半透明映す価値なし半分みたいな感じになってる。今ねまだ消えてはいない。半透明S になると急に強くなる。まあ S じゃなくても組み合わせによっては結構強いんだけど。やばいっすねあのキャラ。なんかねホークというキャラクターがちょっと過小評価されすぎてる感があるんですよね。まあそう X 勢ってなんていうの、立ち回りで点数をつける嫌いがあるというか、なんかその嵐的な要素の強さを低く見積もってるダイヤのイメージがありますね。ホカゲー勢に言わすとなんか、うん、ダルシムホンダなんてあれホンダだろっていうようなイメージらしいっすね。いやあれはダルシムでしょ。まあまあ、あいつ例えとしてる。さあ博士と太田さん、ワンピー側がカーニバルですね。おっと先ほど、じゃあ今回大会あんまり役に立ててない博士、ちょっとあれですね、今のうち一本温め出そうとしてますね。ちょっとそう、博士はね大会とかで、ね、当たるのは早めに当たってね、温まってないし殺しとくべきなんですよ。そうですね、これ、ああ、綺麗な。これでね、なんかうー、怖い怖い怖い。ああ、ダイエット食らった。そうですね、ちょ、完全に今日博士弱いですからね。そうですね、だからフォークはもうサードの誠みたいなもんですよ。触ったら勝ち、触らなかったら負けみたいな。もう分かりやすいキャラクターだと。まあ、誠っつっても相性があるね。トサナミの誠の方でしょ。どっちかっていうと聖中じゃないよねっていう。あの跳ね返るやつ、首根っこ掴んだら勝っちゃうやつ。そうそうそう、から画面端戦じてカラスが決まると勝つやつでしょ。あーみたいな、うんうん、ルーザーズも首合わせができれば始まってますよ。さあやばいぞ。さあ博士、やっぱ今日の博士はダメだぞ。あ、今のちょっと危ないよね。さあ、やんなくていいこと。まあまあ、今のはまあ、大丈夫。ここででもね、踏みとどまれるのがなんだけど、たまに調子悪いとき踏みとどまれない。いいですね、これ。そうか、期待値はあるイメージって。期待値、存在自体は期待値ですよ。まあ、ガードしたかったっすね。そうですね、悔しいね、今ね。今、流れ的にね、ザンギいけそうな感じだったんだよ。これ完全に博士温まってないですね。意味の使わせた感じの使わせ方だったから全然悪くなかったんですけど、ちょっと暴れちゃってたというか、ちゃってたという感じですね。さあ次はアックス隊長のホンダですね。ホンダ頑張ってほしいですよ。おお、膝を すげえな、相変わらず。今みたいなところはね、すごいあれだよね、調子いい悪い関係なしだよね。お、博士があれですよ、ちょっと自分の闇に心中できるのは博士の強さですよ、間違いなく。
ちょっと冷静になってきましたでもこれ今ね、多分余計なこと考えてそのいっぱいクイーンフェルノな感じでちょっと色気も出そうとしかも先方だしさあこれはしかし1取った吉そうですあ、うまいな今の2勝中キック2番より多分当たりやすい気がしない相打ちでいいときはあっちの方がいいんだよ持続長いですからね、中キックそう、大体スカるときあるんだよ、ね、さあ、バレているピヨッでファイヤーですね。おーガードした。よくガードしました。ああ今百貫で百貫だったね。じゃあドスコイ。ドスコイは当たってくれない。まあしょうがないかな。ああこれはきついね。さあ冷静。冷静。まあまあそうだね。すごいね、アックス隊長ってさ、うん、隊長ってローマ字しっかりアックスリーダーじゃないんださあ、出てくるのは、サタン DJ 強そうでしょこれあれっすかね駅とかでたまたま会ったらサタンさんって呼ぶんですかきついですねちょっとお、終わったすげえさあ、そばかににしっかりインフェルノワンピー側だから今の経験会社でもできますよねでも俺、走るの怖いからなるほどスラストで妥協するタイプおい当たったら転んでめくられるんですよ死んじゃうじゃないですか、まあ、確かに さあそれじゃ現状確かにね博士が一番強いだろしくないんじゃないでしょうかねミスターサタンそのサタンわかんないドラゴンボールのサタンさあきついあさあジャック出しちゃったさあ大将は伊藤エスサガットさあエスサガまあねー当たんねえ意外と当たんねえどういうことだよさあ、おさあキャンセルしただけ打たない、なぜだ削っていくー当たんねえのいや、なんか、おなんで今のアッパが何を狙ったんださあ、残り時間がないあーっと、でもまだリードしてるなまあしょうがないさあチューチュー今つながってなかったけどあの間合いってさアッパーカットすらすら負けんだよね負ける出してもしょうがない感じだったんだよさあ開幕クラッシュ投げ返す今中足タイガーにてピオまであるんですか今日も行きましたね青パンでも誰ちょっと有利だと思いますねさすがに投げてさあ攻めあぐれるきついあっと間に合う。おお、なんで今登りやるな。あー、打ってるわ。しょうがないな。これは削りで使って。さあ、しゃが中、中足、スラストで2ヒット。これで博士が寄ったてですかね。青パンでもダルシム有利になりますが、なります。なります。これで、次からブロック決勝ですね。ミラーズは。A ブロックはウルザキタレベントファイヤーグランドエア波動あ行ってきますでその次がガムジャパと高輪ゲート勢はじゃんけんしといてくださいガムジャパと高輪ゲート勢はじゃんけんしといてくださいやっちゃっていいですはい